えー、2022年11月の7日でございます。仮面ライダーブラックさんの感想と解説とあー、どういうストーリーラインだったのかというのを完全ネタバレで話すということをやります。よろしくお願いします。しかし仮面ライダーブラックの配信から1週間、えー、物事はいろいろ世界の方が逆にどんどん早く回転していってしまう。 仮面ライダーブラックの話よりも先に、総理大臣は暗殺され、えー、なんだ、世の中は目まぐるしく動き、円安に悩まされ、えー、物価が上がり給料が上がらないという。 そんなご時世の中で、イーロン・マスク、ツイッター買収の話です。仮面ライダーブラックにもちょっとつながる話なんで、やっていこうかなと思うんですけど、ツイッター買収したのが、あ11月の頭。あそして、えー、その内部の社員を半分解雇したっていうのニュースが一昨日。そして、昨日、その解雇されたあ人たちがやってたことがバレたというのが昨日。えっ、ー、と、ツイッターのトレンド操作。 という言葉が上がっていますあと、TwitterJP というのがトレンドに上がってて、な何かというと、TwitterJP というところがシャドーバンされたという、えー、Twitter の人たちが公式にシャドーバンというものはありませんというふうに言ってたんですけども、お党の本人はシャドーバンされているという状況、そしてそのトレンド操作ということがある。 ね、嘘か本当かわかりませんけど、ツイッターの内部で取り上げたい内容とか取り上げたいニュースをツイッター側がー作為的にピックアップして流してた。だから政治的なニュースであったり、左翼寄りのニュースであったり、えー、果ては、えー、もしかしたらポリコレ関係のあものもあ目につくようにして、えー、もしくはもう数字の操作もしてたかもしれないですね。えー、そういうことをやって、 世の中の感情を動かしていたというふうなことになります。えー、だから Twitter に関わってる人は、ある意味そういう作られた情報に右往左往していたということになるわけですよ。あもちろんそれだって嘘か本当かわからない話なわけですけど、ね、今フェイクニュースなんて簡単に作れてしまう。ただなんか、なんだっけ、報道に関わってる人が、そのー 自分たちの作ったニュースを Twitter の会社にお伺いを立てて、それで、えッ、ー、OK ですという許可をもらってからニュース記事にしていた。つまり、まあ、インサイダー取引みたいなことをしてたってことですよね。情報のインサイダーをしていたっていうことになるんですけどう、そういうものが出てきたっつって。で、今そういうのが出てきたから、俺たちの Twitter はもっと自由になったんだっ。つって喜んでる人がいるっていう、この状況。 えー、仮面ライアーブラックアサンでもそうでしたね、えーひ。秘密がばらされたってわけではないですけれどもあの、裏で悪いことをしてる人たちを知ったから、その人たちをなんとかしようというテロ組織が動いたっていう、あの辺の流れはまさに、このイーロン・マスクの一連の騒動ですね。そしてそ、最初はやめろとか、イーロン・マスクが買収したら不安だって言ってる人たちまでもが、 いいぞ、イーロンマスクっていう風にね、うん、コロッと手のひらを返すところまで、えー、世の中を見てて、こんな、あの、面白いことはないというのが今起こってる最中であります。でも、どれも不確かな情報なんでね。で、ついさっき、今日ですよ。今日、ニュースが更新されてるんです。あと、政治家関連のニュースとかが復活してるんですね。だから、 その庶民、Twitter を利用している、なんだろうね、一般庶民みたいな人、声でか庶民と言ったらいいですかね。が、あの、トレンド操作だなんて、騒いでるから、今日慌てて、そのいろんなニュースとかをあの、あの、突っ込み始めた。残った社員がなんとかしようとしている様に見えるというね、ところが面白かったですね。まあ、それだけ Twitter の社内の中に無駄で、 えー、使いようのない社員がたくさんいたってことなんだろうなとは思うんですが、そういうの面白いなと思います。個人的には、河野太郎という政治家が、あ普通の人がなんかあやって河野太郎に見つからないように何か Twitter で発言をした。だけど、それが河野太郎に見つかったっ,つってさ、そんなのがなんか1年2年ぐらい前にあったと思うんですけど、ね、あれも、 ツイッターと連携してさあの、河野太郎で検索し,して、えー、こういうのが見つかりましたっていうのをツイッター社の人が河野太郎に教えて、それを河野太郎がさも見つけたように、えー、作った事件だったかもしれない。これまでに作られたいろんなそういう話題みたいなものが、そもそもツイッターが忖度して、えー、作ったものかもしれない。しかもこれは、 日本で今こう話題になってるけども、海外の方がよりそういう、えー、その自分たちの思想に合わないものは全部うこう消していって、自分たちの都合のいい言葉だけでこう紡いでいく世界というのを Twitter で作ろうとしてたというのは日本よりもアメリカとかイギリスとかの方がより、あのー、そういう強烈な目に見えない言葉狩りみたいなものを内部の人間がしていたと。 だから、イーロン・マスクが買い取って、ツイッターは自由を手に入れたというね、えー、ことになってるらしいです。すごいなと思いましたね。だから、もう、現実の方が仮面ライダーブラックさんの公開より、まあ、公開した後にさらに先の時代と、あさ、先の考え方というかね、そういったものを示してるなぁなんていうのも思いました。さて、じゃあ今日は仮面ライダーブラックさんの話です。 うこういう現実にあることとかをお,お話に取り込みながら社会風刺や政治批判みたいなものをしながら仮面ライダーブラックサンというのは作られてるわけですが、えー、これがけしからんとそして日本ではこういったものは特に政治批判みたいなものを作品に取り入れて作るなんてことはあもう何十年とされてこなかったですから見る方もそういうのでね自分の思想に合わない政治批判だったりするともうそこで けしからんって怒っちゃうっていう感じだったりとかね。で、みんなビビって作らなくなってるから、ここの、なんだろうな。大したことない政治の、う取り上げ方をしてても、目立ってしまう。やってるのが仮面ライダーブラックしかないから。そこなんだなと思ってさ、も,もっといろいろたくさん作れば、いいものもあれば悪いもの、悪、いい政治批判の作品もあれば、悪い政治批判の、 作品もあるよねっていうことで、あの、精査されてくだろうにっていうね。この辺が日本のその、あの、闇に触れない部分ですよね。えー、創価学会に触れないであるとか、まあ、統一教会にも触れないとかね。えー、いうことだと思います。えー、それよりは、韓国のニュースを流しておこうなんつうのそれだって作られたニュースであろうということですから、これをですね、仮面ライダーは、 そう、作ってよくやったってことじゃないんですよ。む,むしろ、こ、この程度の作品が政治批判作品として取り上げられることの方がおかしいだろうっていうのが、あその政治批判に対しての僕のあ考えだったりとかいたします。で、えー、っと、ここにちっちゃく、シンプソンズ、サウスパーツク、あと、ジョーカー、あと、ジョーカーの元になった作品のタクシードライバーとか、 この辺の作品ですら、向こうの国では、ああ、せ、政治を取り上げる。特にサウスパークなんつうのはね、あの、トランプ大統領を当選した時なんか、ものすごいトランプをこう、バカにしたようなさ、カツラをバカにしたりとか、壁作るっていう話をこう、ひね、こう、古代解釈して、あの、やってみるとかさ、漫画だからいいとかっていうんじゃなくて、やっぱそれはお国柄なんですよね。イギリスとかアメリカってそういう政治批判の、 ギャングとかコメディとかね、スタンダップコメディとかも含めてあるわけですからあー。これを含めて日本はそういったものは全部しない。でも、その言論の自由を尊重するとどうなるかっていうと、あの、シンプソンズで天皇陛下を馬鹿にしたというかあ、作品が出来上がるわけですよ。やっぱアメリカの人にはわからんのですよ。天皇陛下のその立ち位置とかがね。 あのた、ただただあがめるために象徴としているっていうのがわからないからさ。描き方が雑になるというか、日本人をこう、あの、バカ、バカにするような表現になってしまうっていうね。それはだから、日本で発売されてない。シンプソンズのエピソードの中で一個だけ抜かれてんのがそれ。あとマイケル・ジャクソンが出演した回も、うん、抜かれてんだけど、今見る、今この二つが見ることができないシンプソンズのアニメなんだけどさ。うん えー、何黒人とか LGBT はタブーなのに、カツラは OK なんかね。OK なんでしょう。っていうか、そ,その黒人をどうにかしようとか LGBT とかブラックマンデーとかさあ、そういう話すら作られた話なんじゃないかっていうのが今、きょ今日までの考えですよ。 ね、みんなが騒いでるって言ってたけど、こう、その騒いでるっていうこと、グレタちゃんの存在だってもしかしたらあんなのは作られたあものなのではないかっていうさ、そういうことですああのその。誰が何に怒ってるっていうのはう、その、こういうシステムがあります。そのシステムを非難しますっていうデモンストレーションを、 映像とかインターネットを通して、えー、今これがみんなが考えなければいけないことですって言うと、あ、はあ、これを考えなきゃいけないんだ、つって、何のその根拠もないまんま、その新しい指導者に従ってしまう人間がいるアホな社会っていうふうになってるってことなんですよ。で、そ,そうさせないためには、このカンフル剤というかさ、あの、 まあそれでもね、シンプソンズとかサウスパースクがある国がさ、あのトランプけ政権イエーっつってるところとかも、やっぱりあの、結局そんなものがあったとしても、人は別に考えることなくどっちかを支持するとか、あ対立してこう喧嘩するとかっていうことをやってるわけで。今日びっくりしたのは、ニュースを見てて、えー、っと民放のニュース、夕方のニュース見て、でそこでまだ、 あの、イテウォン坂道の、その、お祭りでこう、胸が潰されて呼吸困難になって何百人死んだっていうニュース、まだやっててさ、まだやってんだっていうのと、それはやっぱなんか意図的なものでしょ。その、その、韓国人、韓国で起こったニュースをこんなにやるの。それでウクライナのニュースはいろいろ忖度して、やらなかったりする感じ、あの、停滞してたり、あとコロナのニュースもやってるところとやらないところがあったり。 その中で、トランプ大統領と今の、なんだっけ、あのーあ、あの、おじいちゃん大統領がさ、えー、あの中間選挙の、あのー、話があってさ、それに民放では取り上げないんだよね。NHK でだけ取り上げてて、NHK 以外はこの、今、アメリカの中間選挙に関して、あのー、扱わないんだっていうさ、ニュースとして。あのあの インドの吊り橋が落ちたニュースはやらないのに、韓国のね、死んだ人数同じぐらいなのにさ、あの、扱う熱量としては、インドはもうやらなくて、韓国までやってるっていうところとかさ、うん、それが本当にみんなが見たいニュースなんですか、ということも含めて、えー、ニュースも今、テレビで見るニュースなんていうのは忖度してるし、Twitter で見るニュースだってやっぱり Twitter の人たちが、 な、中の人たちが選んでるニュースだっていうね、えー、ことであります。だから、僕たちは騙されてるんだっていう陰謀論にまで、こう発展するんじゃないかなと思います。だから、そこで考える、うーん、なんだろうな、ね、考える人間になるためにさ、いろんなそういう政治批判の作品も見た方がい,いいんじゃねえのっていうさ、うん思ってるのが僕です。なので、仮面ライダーブラックの 多少なりとも、これは安倍首相を馬鹿にしたような感じの話にしようとしてんだなとかさ、みんながよく言うような自民党批判であったりとか、あ,あとはその過去に戻っての戦争批判であったりとか、学生運動批判であったりとか、あそういうのを取り上げてるんだなって、その内容が、でも浅かろうとなんだろうと今そういうのが作られないから、ね、昔の話なんてやっぱみんな興味もない。 っていううのもあるんだろうけど、うん、でも1個作られるとそうやってちょっと問題というかさあちょっと炎上するわけですよこういうのが <laughs> たくさん作られたら炎上することもないだろうっていうのが、ねまあ、100作ったらその100のうちに2つ3つは大炎上するんだろうけどの残りの97はどんなの書いたって炎上しないっていうところにもなるんじゃないかなと思うから。 こういうのをどんどん好きなだけやっていけばいいんじゃないのなんていうのを、えー、思ったりいたしました。あ、そう、あと、シャドウバンって言葉がですね、えー、シャドウムーンにちょっと似てるなってだけ思いました。<laughs> それだけです <laughs>、えー。あと、仮面ライダーブラックは、やっぱりその 10, 10年前から始まった MCU の影響も大きいんだろうなと思って、 えー、マーベルシネマティックユニバースですね。今、だいぶ、あのー、人気が収まりましたけど、あのー、結局やってることはシビルウォーなんですよね。仮面ライダーブラックでやってんのはね。その、シビルウォーっていうのはキャ,プキャプテンアメリカのアベンジャーズシリーズ。キャプテンアメリカなのにもうアイアンマンは出てくるわ。あのー、あれ、ハルく出てきてんだっけま、いろいろ出てくる話でさ、あのー、 シ,シールズっていう、その、キャプテンアメリカが所属しているさ、国を守る機関がさ、あの、ドイツ生まれのさ、ヒットラー崇拝みたいなさ、ヒドラっていう、あの、ところとさ、もう、キャプテンアメリカが冬眠してる間にさ、こう、あの、仲良くなっちゃってさ、ヒドラのし支配下に置かれてるっていうのが、その、アベンジャーズのシビルウォーのあー時の話だったわけですよ。だから、やってることとか、その、 置かれてる状況ですよね。仮面ライダーブラックとキャプテンアメリカが置かれてる状況はあ、ある意味一緒であるっていうことになるわけですから。だから、キャプテンアメリカ喜んで見てる人がさ、仮面ライダーブラックのさ、この,この話の設定だってさ、受け入れられるはずだっていうのと、むしろそういう先駆者的にさ、そのみんなが喜ぶヒーローものでさ、そのせ政治のやつとか、最終的にそのキャプテンアメリカも、 あの、テロリストになっちゃうわけだからさ、アベンジャーズの中でさ。それでも世界を救うという目的のために、アベンジャーは戦うのっつってみんなが、イエーってなったわけですから、カメンライダーブラックもイエーってなればいいんじゃないかな、なんていうふうにも思った時代です。だけど、カメンライダーが、えー、描いてるのは差別の話だから、キャプテンアメリカは差別にまでは触れないわけですよ。わかんだホーエーバーにならないわけですよ。あ ーブラックっていう言葉自体もテレビでもう使えない言葉になったしブラック差別って言っても知ってる人とか、ね、そういうジャンルに首突っ込んだ人じゃないと自分には関係ないニュースなわけですけど僕、えー、らの住んでるすぐ近くにその、ね、ブラックの人た,たちが住んでるところがあってさ えー、その、ブラックのくせに、こんないいとこに住んでれたりとかあ、するのはけしからんとかさ、いうのが、ちょっと調べれば出てきたりするわけですよ。だから、なくなってないんですよ。ブラック差別とか、生まれが癒しい人間とかさそ、そういうのとは付き合わないようにしましょうなんつうのは、今の日本に普通にあるんです。ただ、みんなが目を向けてないだけで、えー。僕もあんまり目向けないし、そういう話しないけどね。 えー、でも、ニコニコ動画なんかだと、やっぱりそういうね、部落に突、手持ちカメラで突入して差別的なことを言う動画とか、あ普通に上がってるし、えー、最近はそういうのがあんまりない、ないというか僕が見なくなっただけかもしんないけどさ、あのあ、まあ、みんながスマホ持ったりとかしてね、動画を撮れるようになったから、 そういう動画とかって投稿されてたんですよ。しかも、それは、10年ぐらい前は平気でニコニコ動画でなんか、ね、差別がすごく激しいとか対立してたり、あいつは頭がおかしいとかさ、あむしろ頭のおかしい人が、その家に突入してくるさ、その中学生ぐらいで冷やかしに来る人を毎日毎日撮って毎日動画投稿してるみたいなやつとかもあったりしたんですよね。 あ今は、防具も見なくなったから分かんないけど。で、そんなのがちょっと話題に上がったりとかしてたのは、ニコニコ動画だけどでも、今のニコニコ動画そういうのをクリーンにしようとして、そういうのがどんどんなくなってったりとかしてるかもしれない。ーね、プライバシーの侵害を問題にして動画が削除されましたとかあ、そういうことになってるかもしれない。でも、仮面ライダーブラックは、結局はこの、ブラックとかけている。 それを石森章太郎が望んでいたかどうかはわからないけれども、そうなんだということだと思います、えー。いろいろ書いてますけどね。政治劇は RX の頃からあったよとか、あと仮面ライダーブラックの10話のオープニングの話でさ、その仮面ライダーがそのいわゆるライダーフォームに変身した第5話の次からオープニングは仮面ライダーブラックのオープニングにしてもよかったんじゃないかっていう感想を見かけて、 ああ、確かにと思いましたね。10話まで引っ張ってびっくりさせるのもありだけど、あの、10話までの展開まで行くと、その、仮面ライダーがやりたいことがわかんなくなるから、あのオープニングにする意味とか、バトルホッパーに乗って失踪する意味がないんだよなーって思ったりとかして。であれば、うん、6話から、その、に、6話、8話、10話ぐらいに、あ、またあのオープニングやってるとかさ、 ちょっとオープニングのカットが変わってるみたいな感じで、喜ばせる方法でも良かったんだよなぁ、なんていうふうにも思ったりしました。これはちょっとね、6話にオープニングを本当は入れるべきだったっていう、あの、天才と思ったりとかいたしました。さて、じゃあお話、年表に入る前に、あ、これね、南光太郎と、あ、秋彦のやつですけど、 その前に、仮面ライダーブラックを見る前に押さえておいた方がいい、えー、漫画とか映画。さっき言ったキャプテンアメリカ、あシビル・ウォーズのはそれですね。あと 差別っていうものであるとかを取り扱うんであれば、その大急地区っていうさ、宇宙船がアフリカに落ちてきてさ、アフリカのその特定区域だけが宇宙人管轄区になって宇宙人が差別されてるっていう映画、虫人間が差別されてて、えー、その虫人間の住所とか、住所番号とか、あのー、ね、そのか管理する人が、その、あのー、 トラブルに巻き込まれていくっていうさ、大旧地区っていう名作映画があるんですよ。これは押さえておいた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。や、あ、そう、あ、エビ星人か。そうそう、エビ星人ね。あの、グロテスクな演出とか多分その辺から引っ張ってきてんじゃないかなと思ってさ、あれやらなくていいレーザー光線で人間が切られるとかあ、アパルトヘイトありがとうございます。そうそうそう,そう。だから、そこに僕繋がってるというか、 作ってる方はその辺目指してたんじゃないかなというふうに思います。あの、だから日本にだけ目を向けて、その、学生運動とか政治運動みたいなとこだ,だけ目にして、あの、仮面ライダーブラックはダメだって言うんだったら、大急地区もダメだし、キャプテンアメリカもダメなんじゃないのっていう話になるんで。えー、ただこの、このキャプテンアメリカと大急地区はライダーが、主人公が死なないですからね、ちゃんと生き残ってますんで。えー あ大急地区って最後主人公どうなったんだっけあ、覚えてないな。えー、とか、えー、あとは原作である仮面ライダーの、うん、石森翔太郎が最初に書いたコミック、うん、この辺を押さえておけばいいかなと思います。僕は個人的に、あの、みんなが嫌いな江川達也が作ったラストマンっていう漫画も、うん、あのー、これもなんだろう、その、世の中に生きている人に、あの、目覚めようと。 あバカな国民目覚めようっていう江川達也のやらしい部分が出てんだけど、その、あのー、悪の組織がラブピースっつって地球のために同行するっていう思想とかがあ、まあ90年代後半ぐらいにあるわけですよ。世紀末思,法思想と共にね。 で、まあ、その仮面ライダーと違って、クワガタが世界最強の改造人間っていうことで戦って暮らすとまんまね、これはこれでアプローチを変えた、あーその政治批判にまでいかないんだけど、その自然を守ろうとかっていうことも怪しく見た方がいいし、それ自体考えることが傲慢なんじゃないかっていうような作品でもあるから、あー この辺を押さえておくと仮面ライダーブラックを見て怒らなきゃいいんじゃないかなと思ったりしました。あとは、その石森章太郎の仮面ライダーのコミック。ブラックの方じゃなくて1号の話ですね、これね。この1号の話で、あの、僕ももう記憶からすっ飛んでたんだけど、あの、あの、ショッカーはもう政府と手を握って、 国民番号制に協力することにしたのだふはははは,はみたいな話があるんです。石森翔太郎は政治批判をしないっていうことに対しての、あの、アンサーで、いや、石森翔太郎原作の漫画でこんなこと書いてたよ、っつので、えー、やってるわけですよ。いやー、すごい。50年前にもマイナンバーをさ、否定してるっていうのがさ、 <laughs> あのすごいなというふうに思いました。思うので、石森章太郎にも、その時代は石森章太郎かに、あの,あのこ、こんな作品を望んでなかったんじゃないかっていう逃げ道すらもう仮面ライダーブラックさんには残ってないということを、えー、押さえておいてもらえれば、えー、仮面ライダーブラックの話は起こらないで見ることができるんじゃないかなと思う。 さて。じゃあやりますか。お待たせしました。<laughs> 仮面ライダーブラックの世界はこのようになっているっていうので、ストーリーも含めてね、今から説明してきますんで、よろしくお願いします。もう30分経っちゃって、長い、前置きが長いからみんなもう逃げちゃったかもしんないけど、いい、いい、いいですかやっていきますよ。 えーっと、時は1940年代、あの、日本が第二次世界大戦を始めたであろう時代からあ話は始まります。戦争に勝つために、あの、特殊な改造人間を作ろうというプロジェクトが秘密裏に行われていた。えー、強力な兵士を作るために虫人間みたいなのを作ったっていうのが大元で。 その一番最初の成功例がせこの、この辺の時代がうま、あんまり書かれてないんであれなんですけど、多分まあ千1930、まあ、三十年代から40年代にかけて、えー、怪人を作ろうと。で、その第一号の怪人第一号が、創世王と呼ばれるバッタ人間だった。だけど、うん、この一番最初のバッタ人間は、 お話が通じない。言葉がわからない。そして、創生王は言葉を喋らないっていう。だけど、この創生王が作る体の中の体液、このエキスというのがですね、改造人間を作る原料になったりとかしている。そういうこともあって、この創、これを創生王と名付けて、怪人を効率よく作る装置として、 管につないでエキス出して、えー、そのエキスを使ってさらに改造人間を作る。よしこれで強い改造人間ができると戦争に勝てるぞーなんつって、えー。でもそういうふうな実験をしてたら日本は戦争に負けちゃったとあ。太平洋戦争に負けてしまった。敗戦が1944年ですよ。この時、時の総理だった、 藤波じゃない、えっ、ー、と、堂波さん。堂波総理大臣、おじいちゃんの堂波総理大臣かな、あがあ、おじいちゃんより前の堂波総理大臣か。だから代々そのあの、総理大臣をやってる家系の人がいるんだね。全部ルールシバの顔なんだけど、この人があの作戦を、この改造人間作戦をずっとやめなかったんですよ、1900。 70年になるまで、延々と改造人間を作り始めて、作る、作っていた。だから改造人間が日本の中で、その創生王以外にボコ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 できてたんですね。だけど改造人間の存在は秘密だから、秘密の村でこっそり増やしてたんだけど、この増やしてた村で人間の顔を持ちながら怪人の要素を持ったあ怪人が出来上がったので、これをのに放ってですね、世の中に放って、その、 勝手に生活をさせるような、ああ、ことをさせていた。そうすると、あの、改造人間であることはわかるわけだけど、いざ戦争とか起こった時にそいつらを召集して無理やり軍人にしてしまえば、日本はあ兵隊をうとても手に入れたりとかあ、人間では成し得ないような特殊行動のスパイ活動とかができるから、それが勝手に 増えてくんだったら便利じゃんって言いません。のに放ったんだね、この改造人間をね、えー。そしてこれが戦後の情報が混乱してる時代だから、その怪人なんて世の中にそのいなかったんだけど、その人間の生活の中に溶け込み始めて、えー、怪人だってバレるケースが出てくるわけですよ。その中で本当は怪人がいなかった世界なんだけど、嘘の 500万年前から怪人はいた説っていうそれが今現代社会でそのテレビとかが発展して情報が共有しやすくなったから怪人が目立ってきたけど昔からいたんですよってそんなことないんですよ今まで怪人なんか見たことない戦争前はいなかったのにってだけどその戦争からもう何年も経ってさ あそういう嘘を何回も聞かされると人間はその嘘を信じてしまうんですね。これで、その、あの、怪人差別みたいな問題にが出来上がってくるわけです。あの、今野くんがやってた覚醒器でやってる。あの人の言ってることは、あブラックと RX のリメイク、そうです。ブラックと RX 両方のリメイクなんですよ、これは。僕、この仮面ライダーブラックさんの後、ブラックさん RX やるかなーって思ってたんだけど、 リボルケインは出るし、その、せ、政治劇というか、あの、創世王的な話であったり、クライシス帝国との発掘であったりっていうものも、も全部この中に入ってんだなと思って。じゃあこれ、その時不思議なことが起こらなかったブラックと RX 両方のリメイクなんだなというふうに、えー、僕はあ、結論付けました。だからこれ続編ないですね。人気は、 人気あって続編するんだったらどうするどうやってつくんだっていうのが、の,の方が不思議なことをやっぱり起こすしかないんじゃないかなと思ったりとかします。というわけで、みんな嘘の情報を信じて1972年まで生きてしまいます。えー、この間に孝太郎が誕生して、お、親父のそのエゴというかね、親父のエゴで勝手に孝太郎と信彦は、 あの、改造されてそ、それでキングストーンを埋め込まれるんですけれども、あ子供時代は創世王に頭撫でられるぐらいで、あの、すくすくと育った結果、大学生になって、学生運動さなかのあ、これはあれですね、あの、連合赤軍ですね、えー、を元にしたあゴルゴムというね、団体に。 所属することになります。ただ、このゴルゴムの中には、ビシュムとか、ああのバラオムとか、ビルゲニアとか、その村出身の改造人間が、結局はいざなわれてるわけですよね。勝手に大学に入って、勝手にゴルゴムに入った話じゃなくて、全部、その大人の怪人の支配下に追われて、コウタロウとノブヒコは、わけもわからないまま学生運動の中に曲げ、 あのー、投げ込まれてしまうというね。だからうーんその、ずーっと日本がついた嘘に、ゴルゴムがついた嘘に、えー、政府がついた嘘に、あのー、何も知らないまんまここまで合流してしまうというね、えー、話になりますあ。そして時が流れて1972年歴史のターニングポイントです。えー、学生運動が 現実世界では学生運動は浅間山荘事件で、えー、その学生側の敗北というふうに終わってしまうんですけれども、えー、この仮面ライダーブラックの世界では、実はこの学生運動によって、えー、政治家とつながりを持ち、えーと、総理の息子を有効有誘拐してね、それでその総理の息子を返して欲しかったら、俺らの権利と自由をみ認めろということで、えー、時の総理とお話をするわけでございます。 これが多分、えー、また、この40年の頃に総理をやってた人の息子ですね。えー、ここにも、えー、道並の、道並さんがいる。合ってるね、合ってるね。で、ここで、ど道並さんがこの人なんだけど、じゃあ君たちの権利を認めようというので、 えー、か怪人にそれまであんま人権がなかったんだね。ろくな仕事にもつけないし勉強もできなかったっていうので。じゃあ君たちに学校に行く権利を与えようと。そして学校を卒業したら働ける権利をあげようと。ただ、そのあー、なんかいい仕事とか銀行マンとかにはなれないわけだ。どんなに勉強しても。いだい、大学も多分入れてくれないんだと思うんだけど。あーあー あ大学入れなかったらゴルゴも結成できないのか。そうかうん、でね、あのーこれ、これによって怪人は権利を得るわけだけども、その怪人が求めてた自由とは程遠い、あのーあ。だから 他のアメリカとかで言うと、黒人差別で、その喫茶店に入れなかった黒人を入れるようにしましょう、みたいな運動ではあるわけですけど。それが入れるようになった程度の自由。だけど、裏ではやっぱりね、あの、ニーガーって馬鹿にされたりとか、部落の人は部落で特定の悪口を言われたりとかさあ、あの、するわけですよ。会社に入ったところで、怪文書が回ってきてクビンになったりとかさあ、いじめられたりっていう対象になったりさ。はい、ちょっとすみません、ミュートにします。 それで、あの、裏取引をするわけですよ。あの、ゴルゴムは。これ以上の条件が総理大臣から引き出せないということで、総理の孫を返し、その代わりに見返りとして、怪人の自由を勝ち取り、そして、あの、政治家になるあー、道ですね。ゴルゴムの中から政治家を出して、その政治家に、 あの、その、1970年代になると、怪人の数は20万人ぐらいに増えてるから、そしてこれからも増え続けるから、怪人が支持する政治家っていうのを作ると、道ミさんにとってはもう都合がいいわけですよ。仲間として引き入れた怪人同盟がですね、ゴルゴム島があると、あの、いいわけですね。都合がいいから。そして、えー、ついでに創世王も政府側が管理するからっつって、 創世王が出すエキスは金になるから、改造人間作るだけじゃなくて、えー、その改造人間を作って兵士作るだけじゃなくて、えー、その怪人を売り物にして外国人の富裕層に売りつけるっていうような商売であったりとか、それこそ、外人部隊みたいな感じで傭兵代わりにね、強いボディーガードとして売り出すとか、そういうことも含めてビジネスになるから。 今日もビジネスも両方手に入れるんだという。それで条件飲めって言われるわけですよ。これで条件飲まないんだったらお前ら権利なしなっていうので、ゴルゴムのまあ話がわかる人があしょうがないっつって、今はこれだけど未来はもっと良くなるかもしれないから、未来はもっと怪人の自由が保障されるかもしれないから、今は道並みの雲と言って、そして組んで50年。2022年まで、 怪人の自由は大して良くもならずああの、小競り合いだけが増ええー、デモ行進で怪人は日本から追い出せというような世の中になったのが2022年だった。仮面ライダー誕生50周年で何やってんだっていうようなことになるわけです。でもその裏には、その政治家とか悪い人があの出した情報ですね。 怪人同士を戦わせたり、もしくは、その怪人というものを話題にするために、その最初に高校生に演説をさせたりするわけですよ。都合が悪いことは全部潰していくけれども、私たちは怪人の味方ですよという表向きのメッセージを出すために、それに騙されないぞっていう人もいるんだけども、そんなのは構わない。嘘はつき続けてたらいずれ本当になるからあー、そういったところでですね、2022年まで。 え、仮面ライダーの、仮面ライダーが本当は、仮面ライダー1号が生まれた年なんだけど、ここで、もし、え、仮面ライダーが悪と、悪の組織と戦わずに、悪に負けてしまったらどうなっていたのか。だからこの1970年から2022年というこの50年は、その、仮面ライダーが、 存在しない世界なんですね。あの、南光太郎も50年間生きてるけど、仮面ライダーに変身して、何か悪と戦うってこともないし、シャドームーンは地下に、地下の組織に捕まって、ゴルゴムの地下牢の中で、あの、上半身裸で50年間、髭を生やしながら暮らしているのでこ、この期間、仮面ライダー不在なんです。ライダーがいなかった世界は、 決して平和にはならなかった。デレレレーンっていう、そういう話なんですね。カメンライダーは実は2022年にならないと変身しないし、シャドウムーンも解放されないし、2022年の短い間に、その、ブラックさんとかシャドウムーンが喧嘩したりとか、ゴルゴムのメンバーが減っていったりとかっていうことが起こっている。そして、結果どうなるかっていうと、 あのうん、人間のヒエラルキーは2020になる前は、その、選ばれた上級国民、そして選ばれた上級怪人というのがあるんだけど、えっ、ー、と、まず人間がトップにいます。一人の人間がトップにいて、その人間が日本を操作していて、その下に上級怪人がいて、えー、上級怪人の下についてる怪人はちょっといい思いしたりとかするんだけど、あの、さらに下の一番、 ヒエラルキーの低い怪人と人間はあのお互いが喧嘩し合う関係にその先導されていて、えー、どっちも仮想であの仮想の戦いを繰り広げるという毎日を送るしかなかったんですねここに仮面ライダーとが登場して少し話が変わっていくあー悪い人間悪いダ大臣はたすー倒されたりとかしてね あその人間、怪人差別をしてる悪い人も頭を潰されたりとかしてね。少し悪い人がいなくなった。そしてあさい、最後には仮面ライダーブラックもシャドウムーンもいなくなった世界はどうなったかっていうと人間の偉い人一人と怪人偉い人一人、どっちも上級国民と上級怪人ですよ。これが、ツートップが 日本を治めるようになって、やっぱり仮想の人間は、あの、同じように争っている。もう怪人差別は縮小したんだけど、あの、違う外国人を日本に入れるなーっていう運動に切り替わって人間のやることは変わらない。その情報そのもの、あの、外人を日本に入れるなっていうこと量をデモで先導してるのも政府の人間だし、政府のトップの人間から、 あの、めくらましの情報を与えられて、めくらましのデモをしながら、あそれでも、そのね、そんな対立しないで手をつなごうという人たちだけを集めて、テロリストが生まれているというですね、誰も幸せにならないし、何も解決しないというまんま、この話は終わるんです。 えー、そういう話です。仮面ライダーが50年いなかったし、その1年だけ活躍したその仮面ライダー両方死んじゃったので、えー、この話はですね、非常にその仮面ライダーブラックさんと言いながらですね、全然違う話になるんですよ。タイトル詐欺の話だったんだ、というね、えー、話なわけです。でもなかなかね、面白かったですよ。その あいわゆる仮面ライダーは世界の平和を守るために戦ってたはずなんですけど、この仮面ライダーブラックさんは世界の平和を守るために戦わないんですね。その世界の平和を守るために戦ってるはずだった1972年に、このユダがいるわけですよ。あその、学生運動をしてる中に一人、そのスパイをしている女の人がいましてですね。 この人がゴルゴムの中をかき回すんですね。そして、この若,若い幸太郎と若い信彦にですね、あのー、思想を植え付けるんです。あのだから、もうこの時点で仮面ライダーの要素として、その、仮面ライダー自分の意志でショッカーと戦うとか、ゴルゴムと戦う許さんってことがな,なくなってしまうわけですね。 えー、だから若い学生の新鮮な脳のところに洗脳行為を行ってるユダが一人いるっていう。この話はですね、今までの仮面ライダーの話としては、それ、それやっちゃダメだろうとか、そ,それだと仮面ライダーにならないだろうってう。でも結局結末で両方ライダーは死ぬし、世界はそんなに変わらないし、えー、の、これ、ライダーいなくてもいいんじゃねっていう話になってるところが、あー まあ面白いというか、他に誰もやってなかったことをやったんだなっていうね、えーそ。そのパッケージと、仮面ライダーのパッケージとやらなきゃいけないことっていうのを曲解して、その誰も幸せにならないエンドを作ったっていう、えー、ことです。これはだってなかなかやれないわけですから。子供が見てるやつでライダー死んだらダメでしょうとかいうのができないので。 まあだから大人のライダーというふうに言われるんだなぁなんていうふうに思いました。えー、というわけで、ここまであんま仮面ライダーの話はしてないんですが、えー、っとね、ここか。これです。えー、っと、もうちょっと引いても文字読めますこれくらいの、もうちょっと引いて大丈夫か。はい。こうですね。えー、まず、この新庄ゆかりというのが、 あの学生運動。これ1972年の話で、ゴルゴム党が結成して学生運動をしている。怪人の自由を勝ち取るぞって頑張ってる中で、えー、信彦と幸太郎はあ、その運動の中に参加する。ゴルゴムのメンバーがいる中で、すんげえ綺麗で風船ガムかじってる女いんなー、つって。あの助、いい、いいじゃん、みたいな感じになってる。で、この女の子が、その、 あのー、山に行くっつうと、ついてくんですよ。小太郎と信彦は。あ、あのー、そしてこの女の人に騙されていくわけですね。君たちもゴルゴムに入りなよ。いい顔してるよ、なんつわれながら、あのー。で、その、新庄ゆかりのために、あのー、ゆかりちゃんが行くんだったら僕も行くし、ゆかりちゃんがそ創世王を盗むんだったら僕も盗むし、とか、ーね。 言うの。で、で、だけど、この新庄ゆかりっていうのは政府の犬で、えー、スパイとして、このか、ゴルゴム島にいるから、あの、うまくいかせたくないわけですよ。あーそのために混乱させるためにこの人は、ね、分,分裂させるために、打ち下馬をさせるために、この新庄ゆかりは、その、いろんな人に声をかけては騙していく。だけど、 ビルゲニアとかに声かけても、ビルゲニアは引っかからないし、えーの、大人の人たちはもう言うこと聞いてくれないから、言うこと聞きそうな、純情そうな南光太郎とあ、秋月信彦に声をかけて、そしたら見事に引っかかるんだね、これがね。あ特にかわいそうなのはやっぱ信彦くんですね。えー、俺が創世王になる怪人優位の世界を作るんだっていうのは、これは、あの、新庄ゆかりの、あの、 教えに逆に反発する精人なんです。なんでかっつうと、新庄ゆかりは、その、怪人は創世王が生きている限り、そのい、いつまでも生き続けると。人間はいつか死ぬけれども、怪人はいつまでも死なないと。これは不公平だと。人間と怪人が同じなんだったら、あの、怪人は創世王が亡くなることで、 そして人間と同じ寿命を全うして死んでいくことが人間と同じ権利なんじゃないかということを信彦に言うわけですよ。あそれはさすがに俺怪人だし、そんなの聞けないよ、つって。あもう学生の時にね。だけど、この信彦君はですね、すごくこう、あの、童貞君ででしてね、あの女の子の前ではちょっといい格好したいとか、ドギマミ、 えー、してさ、あの、中とかされるともう、あの、ポーってなって、<laughs> 女の子にこう、のぼせ上がっちゃうんですね。えー、だから、結局この、新庄ゆかりの提案する創世王を暗殺して逃げるっていうね、えー、計画に乗るわけですよ。 だけどその約束した新庄ゆかりは作戦実行直前になってビルゲニアに作戦がバレて殺されてしまうわけですよ。えー、だから本当はこの作戦が終わったらゆかりちゃんとあんなことやこんなことができるんだろうなーっていろんなことを考えてた、えー、シャドウムーンはですね、えー、ゆかりちゃん殺されちゃったし あと、ゆかりちゃんの教えはあんま正しくないなと思ったから、じゃあ、えー、俺はその人間と怪人の平等な世界を望んでない。怪人が支配して人間どもを食料として食べる、えー、怪人優位の世界を作りたい。ね、それで俺が創世王になるんだったら別に、やぶさかではないぞ、と。だから、創世王になりたいのはシャドウムーンだけなんですね。 えー、しかもそれは、その、新庄ゆかりという女の子をですね、えー、通じて、自分で考えたようにこの人は思ってるかもしれないけど、コントロールされてるわけですよ。自分の意志じゃない。とにかくこの、シャドウムーンというキャラクターは、えー、非常にこう、極端に、あんなところに振られててさ、ブラックさんに勝ったら俺は強いとかさ、あの、お、お前より俺が強いとかさ、あの、 やっちゃうの。で、あの、出たがりだし、演説したがりだし、自分をとにかく認めてほしいんですよね。このシャドウムーンというのはね。で、認めてくれたり褒めてくれるゆかりちゃんがいなくなったんで、ああ、そうそう。この新庄ゆかりっていう人は多分ですね、この石森章太郎が描いたらこの目のキャラになるんじゃないかと思いまして。えー、<laughs> 僕は思いますね。これ、これ石森章太郎の漫画にしか出てこない。 あのね、黒目の大きい女の子ですけど、これに騙されちゃうんだなと思ってね。009の003 00みたいな、フランソワみたいな顔じゃない人に騙されちゃうんだなと思って、えー。これが暴走していくわけですよ。誰もこの信彦を止められない。実際なんかね、その王の権利であるキングストーンも持ってるから強い怪人としているから。そして、かたや、かたや、 仮面ライダーは、ブラックの南光太郎はですね、あの、ずーっとお話の間中、仮面ライダー10話の中、ずーっと創世を殺すって言ってるんですよ。いや、なんで殺すんだろうなって。最初はその、さその、新城ゆかりに騙されてるとかっていうことも、わからないまま見て、1972年に時々お話が戻るって、ここはこういうことでしたよっていうネタばらしの話になるから、それを見て、ああ、そうなんだなって思うんだけど、 創世王を殺す意味がですね、実は孝太郎君にはあんまりないんですね。えー、何にも考えてない。この人その。1972年の時に、えー、新庄ゆかりが提案した創世王を殺す案っていうのをずっと覚えてて、創世王を殺してって、ゆかりちゃんに言われたからずっとそれで創世王を殺すんだって言ってる。この創世王がいなければ争いもないし、 今、こうの、みんなで分裂することもないし、俺たちが山で暮らすこともねえんだっ、つって。山で、浅間山荘みたいな感じで、ね、総理の息子を誘拐して、えなんか、その、わ、ね、シャドウムーンと組みとする日々とかじゃねえんだって。えね、そっから解放されるんだ。そのためには、創世王を殺すんだって言って、これが、1972年から、 えー、2022年まで、えー、ずっと50年間創生を殺すって。殺すかばれないで寿命を全うして、その誰にも知られないような住所不定無職みたいな感じで、あの、<laughs> こっそり生きていくっていうさ、その、ね、社会で正社員になって生きるんじゃなくて、なんか日雇いのね、仕事みたいな、あのホームレスから、 あの借りてる借金を代わりに巻き上げる人間として生きてたりっていうさ、で、ずっとひ、ね、左足引きずりながら生きる人生ですよ。この人は50年間、何のために生きてるかっていうと、バレないために生きてるわけですよ。ゴルゴムとかの組織にバレたりとか、創世王を殺そうとしたっていうことから、ずっと逃げてきた人で、そこに何か理由があったかっていうと、何にもないっていう <laughs>。 ただただずっとニートしながら創生を殺すって思ってた、ニートじゃない、ちゃんと働いてんだけど、50年前の新庄ゆかりのマインドコントロールが抜けないまんまずっと生きてきた人。だから創生を殺す理由が筆記博なんです、この人は。でも学生とか子供ってそんなもんでしょうっていうところで、あと、 外の接触をしてないから、特に、シャドウムーンなんかは。学生時代の、から50年間ずっと遊兵されてるから、むしろ世間知らずだったりとかするわけで、ね。世間知らずがゆえに、その演説とか勝手に始めることができちゃう。だから、70、50年前のビルゲニアがやっていた演説の真似事を、その50年後に、 シャドウムーンが車の上に乗っかってやるわけですよ。だから同じことしか言えないし、あの、自分が考えたことじゃなくて、ビルゲニアから聞いたことの組み合わせであそこは演説をしてるんですよ。よくできてるなと思って。よくできてるけど、これが仮面ライダーで果たしていいのかっていうさ、あの、 しっかりした自分の考えを持ってないまんま学生時代感覚でずっと2022年まで生きてきた、こんなのこんな大人が仮面ライダーでいいんですかって話なんですよ。よくないからこの二人は最後に死んじゃうんだけどうんそ、その大元がね、あ、これね、あの、あの、シャドウムーンはその、一回ゴルゴム島に乗り込んだ時に、ゆかりはスパイだったんだよっていうことをね、あの、道並さんにね、 あの教えられちゃう「お前は騙されてたんだよ」ずっとねシャドウムーンはですね「チクショー心の底からチクショー!」っていうふうに言うんですねそしてその怒りとー仲間のー一人の怪人がやられた怒りが一緒になってですね「俺は今まで騙されてたんだ許さん世の中」っつってその中で一番ムカついてた紺の「の 今野くんが演じるですね、反怪人党、怪人軍、怪人団のですね、リーダーをですね、握りつぶしちゃうんだね。人前で殺しちゃうんですよあー。だからね、何のためにこの人が怒って怪人ホームになったかっていうと、俺は騙された悔しいっつって検診するー。で、片や仮面ライダーブラックは自分がちょっと気になってた葵ちゃんって子がカマキリ怪人に改造されたから、 あの女の子は人間だったんだぞっつって。許さんっつって、そこで返信するんだけど、やっぱ怒りのタイミングとかが、うん、それで怒るんだったら、もっと前に怒っててもいいよななんていうのも、うん、思ったりいたします。まあ、その、ちょっと深い関係になった友達が死んだら、他人が死ぬより怒りのボルテージは高いだろうということなんだろうけど、まあ、感動するシーンではやっぱりないんですよね。でもそれは意図的にやってることを でもあるわけでね。仮面ライダーになったから無敵になるわけでもないし。そして、この二人はこういう理由で2020年になっていつまで経ってもボクシング、ボクシングですよ。あ殴り合って喧嘩して、仲良く喧嘩しちゃうんですね。えー、だから、創生王の二代目の争いというよりは、何もわからないまんま、その一人の女に騙されて、その 女の言った正しくないことに、えー、ず,ずっと操作されてお互いに殺し合ってしまう、無駄な争いをしてしまう、賢い、えー、話し合いのこうをしないで、見、え、当、ー、違いの戦いをずっと続けてしまうというのが、仮面ライダーブラックの話であるわけで、リボルケインを、ね、背中から抜いちゃうとかね、えー、そんなことをしちゃうわけです。そして、この新庄ゆかりというのはつながりを持ってて、 そのまあ、こ,のこの人、1972年に死んじゃうんだけど、ビルゲニアに殺されちゃうんだけど、ゴルゴム島の中のスパイとしています。このゴルゴムが、あー将来学生運動から政治家に転身するんですけども、ゴンドラに入り込む。この人たちは怪人。右にいるのが怪人で、左にいるのが えー、人間です。えー、オリバー・ストーンという黒人ですね。差別といえば黒人だろっていう発想もどうかなと思うんですが、えー、左側にいるのが人間、えー、右にいるのが怪人。で、その間に挟まって、一番コントロールしやすそうなあ光太郎と信彦にこいつは声をかけていた。っていうこれがね、バレてね、反乱がバレて、えー、コウモリ怪人、 あこ,こ,この下にコウモリがいるんだけど、コウモリ怪人が情報をリークして、コウモリ怪人はこの逃げた人ともつながりを持ってたりとかしてね、えー。で、追い詰められちゃうわけですよ。最終的に。だからそこが浅間山荘事件なわけだ。あみ,みんながこう、その山荘に閉じこもってハンマーゴーンってやる。あそこのシーンが、 あの、シャドウムーンとバラオムが戦って、バラオムが勝って、シャドウムーン捕まるっていう流れであったりとか、創世王に足をこう、う潰されて、倒れる光太郎。その後、コウモリ怪人に助けられて、そ、そっから50年間姿をくらますんだけど、これがね、つながりとしては、ゴルゴムとの横のつながり、それから、政府との 裏のつながり。そして人間側と怪人側で持ってる情報が違う中で、オリバー・ジョンソンという人がいます。この人が、あその、えー、っと、新庄ゆかりが死んだ時に、キングストーンを受け取ります。ちょうどその場にいて、この石は俺が、俺が持って逃げるっつって、逃げたのがオリバー・ジョン。 その時に、えっ、ー、と、オリバー・ジョンソンが受け取ったのが、命の重さは地球以上。命に違いに1グラムだって違いはないっていう、まあ、その、馬鹿臭いメッセージだなと。これが繰り返されるんですけどね。えー、これが、葵ちゃんにまで伝わっていくんですけど、オリバー・ジョンソンを忘れるなと。 だけど、オリバー・ジョンソンを忘れるなってことは、結局、新庄ゆかりを忘れるなであり、それが裏のつながりでいくと、堂波篤彦を忘れるなになるわけですよ。だからね、この、この正しいことをやっているようで、この人たちが盲信し,していたものは、やはり裏で、わ、えー、からないように、新庄ゆかりによって洗脳された言葉でもあるわけですよ。だから正しいことをしてないんだね、ここね。えー で、キングストーンを、本当は、うん、あ、そうだ、キングストーンをさ、ちょうだいってってさ、お腹にグッて、えー、入れてさ、取り出せるもんなのかっていうのも今思ったけどさ、<laughs> そこはあんまりいいんだろうね。怪人の強い腕力だったら自分の皮膚を突き破って、取れるんだろうね。<laughs> あれ、ちょ、私に預けてちょうだいっていうシーンは、 かなりあれだなと思ったんだけど。でも、預けてちょうだいっていうふうに信じてって言った新庄ゆかりは死んでしまうわけですね。で、ちょうど死んだところに、近くに居合わせたオリバーン・ジョンソンが、新庄ゆかりの持ってたキングストーンを奪うというか、受け取って継承していくっていう、ね。だからこのキングストーンがもうとっくに渡ってれば、道ミさんはもっと権力を手に入れて、えー、信彦と、あ孝太郎は、 キングストーンがないまんまね、えー、もう用なしが実験材料にされてしまったってことなんだと思うんだけど、オリバー・ジョンソンにキングストーンが渡りました。それから50年、えー、50年か40年かな、そのもう学生運動の日は消えて、オリバー・ジョンソンは個人的にこうなんか個人というか教会みたいなのを建てて、その運営をしながら自分に えー、自分の思想を分かってくれる人を教育したり、えー、してたっていうね。で、その中で出会うのが川本夫婦ですね。この人たちも人間と怪人は命の重さが同じという教えに共感して、そして、えー、この人に、えー、キングストーンがさらに渡っていくわけです。赤いキングストーンは川本夫妻。 緑のキングストーンはあー、この孤児院にいたニックという子供に渡されます。渡されるというかこの、この子が口の中に含んでたんだね。飴玉みたいに。<laughs> 汚い、汚いなって思うんですが、それを、えー、とーそのキングストーンが欲しいっていう人が、まあ、ビルゲニア経由ですね。 ニック、ニックから、これね、親子かなって最初思ったんだけど、親子じゃ、親子だったらジョンソンって名前つけるよなと思って。調べたらジョンソンの名前がないので、個人の子供だけなのかもしれない。で、このニックからビル、ビルゲニアじゃないとーナミが一緒に、この教会にね、オリバー・ジョンソンが作った組織の教会に乗り込んで、 おい、キングストーンをよこせっ、つって。これで、ニックの口の中から、ドーナミが、キングストーンの緑色のキングストーンを取るわけですよ。で、もう一個の赤いキングストーンが欲しいから、この河本夫妻が中国とかに逃亡をしてたわけですけど、ね、中国に逃亡ってことはやっぱ赤軍ですよね。赤軍メンバーは、あーその、西の大陸の方に逃げて、 時々日本にやってきて、みたいなことを繰り返して。そしてそこには支援する地下組織とか仲間がいるっていうね。えー、ね、そ、それはもう説明しなくてももう歴史が証明してるからいいでしょうっていうことですね。で、情女にほだされて、えっ、ー、と、娘に会いに来るために日本に来た時に、ビルゲニアに捕まってしまうわけですよ。で、ビルゲニアはずっと、えっ、ー、と、どうもと一と、あの、手を組んで、 えー、悪いことに参加して、その、その一番の目的が、このキングストーンダッシュ計画であったのだというのが、えー、ちょろちょろと、2022年エピソードと回想シーンを交えながら、50年かけてキングストーンの奪い合いしてたんだっていうか、さ、探しっこしてたんだっていうことになってるわけです。えー、で、逃げてきた、その、川本さんはですね、まあ、結局ビルゲニアに捕まって、殺されたり怪人にされたりする。えー 旦那さんの方はカニ怪人になって、葵ちゃんを襲うような、えー、中途半端な怪人に改造されてしまったりとかするんですが。えー、で、このか川本夫婦の実の娘が、今回のおそらく主役クラスですね。仮面ライダーブラックの、あ意志を継ぐ女の子として、若者はあ泉葵、本名川本葵ちゃんがですね、えー いるわけです。でこ、この人から、葵ちゃんはお前が大事に持ってろってうので、8歳ぐらいの時からずっと、キングストーンのペンダントをもらいですね。えー、そして、お母さんが最後に渡すんですね。あなたに渡すものがあるっ,つって。でもこれは飲み会人を通じて渡すからなんだけど、鍵と、ー葵ちゃんはーペンダントをもらう。そして、この、 ペンダントはキングストーンなので、ちょっとコウタロウちゃんに取られちゃうんだけど、その、そのキングストーンは持ってない方がいいって言って。で、この鍵は何になるかって言うと、秘密を墓場まで持ってくってことで、文字通り墓に、あの、改造人間が実は日本政府が戦争の時に作ったっていう、日本政府が隠したがっている秘密の情報が、本当に墓の下にあるって。<laughs> 紙の資料とか、水で濡れないんですかとか思うんだけど。うーんこれを持ってそこの、この情報を世界中にリークして、その怪人の正体みたいなものが世界にわかる。ね、に日本政府ってのはなんて悪いとこなんだっつので、国の評判も落ちるし。これを持って人間の目を覚まそうとオいちゃんはするわけだけど、そんなことをしても人間は、その、 ね。一時のその、うー真実あー。例えばあ、ここで現実を持ち出すのはちょっと卑怯だと思うんだけど、その、裏帳本みたいなのをつけてた、その人がさ、財務省の人が自殺したっていうニュースとかさ、センセーショナルではあったし、今でも覚えてる人はいるだろうけど、世間の人たちは毎日そんなこと気にして生きてないってことなんですよ。だから彼らのしたことは無駄なんですよ。 せっかく作ったこのオイちゃんという未来の希望のキャラクターがですね、これもまた生きない。なぜなら現実にヒーロー的行動をしたとしても、それが賞賛されるということはない。むしろ賞賛されるってことはそこに裏があるってことですから。あーそのあーっとあー、トレンド詐欺だっけなんつったっけ僕今日のニュースの トレンド操作みたいなものですから。結局、葵ちゃんも貧乏くじを引いてしまう。ただただお父さんとお母さんを殺され、えー、そして、えー、隠れ家になってるところで苗字を借りてる、えー、泉さんっていう人も第2話で姉もね怪人に殺されですよ。あーわーなんつってね、えー、友達の鈴芽くんも、ね、目玉を潰されて、わーなんつってね、えー、なっちゃったりするわけ つまり、人間と怪人は、結局この話の中では分かり合えもしないし、えー、ああ、そうだ、あの、ね、目つぶされたスズメ怪人がいるんだけど、これと、その、伊垣、歩むっていうキャラクター、今野、今野さんのやつですね、覚醒器持って喋る人。この人が対立するんだけど、あと、えー、っと、上も含めてなんだけどさ、仮面ライダーと、 シャドウムーンが対立するでしょあとは、かつて仲間だったゴルゴム島の人たちと、あの人間側と怪人側でも実は対立がこ起こっていて、分裂しちゃうんですよ。あの、1972年の時点で。で、直接関わり合いにはならないんだけど、キングストーンの奪い合いで、その、かかゴルゴム島の と、手を組んだナ波がオリバー・ジョンソンを襲うという、この構造ができるわけです。ここにバーサス構造ができる。そして、えー、このバーサス構造はあ、オリバー・ジョンソンを殺されたのかなそ、そこでね、えー、不幸な人生を歩むことになって、ナ、えー、波のことをもう生涯かけて追いかけようというニックがですね、大人になってですね、えー、ここでも対立行動が起こるわけです。だから一つの。 怪人事件、えー、でえ、いろんな人の圧力が生まれて、えー、そして、えー、この泉葵ちゃんとビルゲニアもまた対立構造になるわけですよ。だけど、その、すべての対立行動構造が繋がってはいるんだけど、うん、ね、シャドウムーンの対決から何から繋がってんだけど、一番象徴されるのが、この、小松俊介くんと伊垣歩。 え、反怪人団体ののたあの、戦いなんだけど、これが、いわゆるヒエラルキーの一番下の、下々の戦いなんだけど、この戦いっていうのは、その、すべての行動に関係してない。この人たちは、勝手にお互いが憎み合って、 えー、戦っているっていう構造になるわけです。その裏には、その、怪人差別っていうものがあるんだけど、うん、その、人と人のつながりじゃないんです。これ、情報のつながりのみで、怪人は悪い奴だっていうのを決めつけてる人と、この人との戦いになってるわけです。ね、薄い糸というか、糸はつながってるんだけど、あの、その、この稲垣歩むと総理が、 話し合って何かしようっていうことをしてるわけではないっていう。物事が勝手に動いてるんですよ。この,この話は。その世界が怪人差別という常識で生きてる中で、それぞれが憎みあったり歪みあったり、えー、時にこの怪人同士で争いを起こしたりとかね。えー、ビルゲニア対ダロムでもいいし、 えー、バラオムビシムム対バラオムでもいいんだけどこの辺がみんな細かいその自分たちのポジションの争い合いで、えー、シャドームーン対、えー、バラオムでもいいしさダラムでもいいしさこの辺がみんな細かく戦っているそしてそのポジション取りで、えー、勝ち残ったのが怪人側であればビシュムであるし、えー 人間側で言うと勝者がいないのか。あそうだね。人間側の勝者は多分、道並新一の後ろについてた官房長官ポジションの人だろうなと思うんだけど、あ戦わない人が実は、あのー、生き残ってんだよね。えー、そういう構造になってるんですよってことです。そして人物相関図の中で全てを狂わしたのは、えー、あれです。えー、聖書でもそうだけど、あのリンゴ、リンゴを、リンゴを、 食べた、ああ、イブが、あの、だから、ここに、聖書のリンゴで、仮面ライダーブラックには、蛇のマークが付いているわけですよ。物語上、どこにも蛇が出てこないんだけど、ああ、ね。イブを誘惑した蛇と、そして知恵の実を食べてしまった、ああ、新庄ゆかりという女、女性が、あの、仮面ライダーを狂わせ、 世界を狂わせ。えー、だけどこの、この人が残した、えー、命の重さは地球以上っていうね、ああ頭の悪い言葉だけがこう残っていくっていうね。これが面白いんですね。これがまた一個面白いのは、その最初はこの女の人のセリフだったし、それを継承したオリバー・ジョンソンを忘れるなっていう言葉になっていくんだけど、 最後にそのオリバー・ジョンソン忘れるなつのこの大人になったニックが言ったりとか、第1話でその国連で演説した時にもこの 1, 1グラムがどうのこうのって話。そしてこのセリフはすごくダサいし、頭が悪いし、地球の、地球以上のはずはないんですよ。だって地球に住んでんだから。<laughs> おかしくないって話でしょ。 あの重さがうんぬんとか魂とかさか、変わらないっていう、この置き換えのこの話をさ、置き換えても納得できないバカが作ったんじゃないかっていうこの文言をですね、仮面ライダーはこのバカの作った文言が、まあ地球は丸かったもね、あバカな言葉だろうなと思ったりはするんですけどね。だいたい哲学者の喋る言葉なんてアホでしかないんだけど、その、これ、最後の最後に、その、道ミさんが、 総理大臣が殺されちゃうんだけど、暗殺されちゃうんだけど、その時にまでこのセリフが有料さ、流用されてる。つまりどういうことかっていうと、このセリフを言った人は負けなんです。僕も今負けた、負けてるんだけど、この,このセリフはアホらしいから自分の中に入れないようにしようっていう方が正しいんですよ。だって間違ってるから、この教えは。だけど、道南新一はそれが俺のペニスの何千分の1だぜっていう風に、 あの、独り言で言うんですよ。それは何かっていうと、やっぱりその言葉と情報に支配されているアホな人っていうことを最後にこの、道南新一もやっぱりアホなんだっていうことをですね、えー、このね、日本を治めてて、権力を、構造の一番上にいるとされてる人もバカなんだっていうさ、あの、そ,その言葉が間違ってるから俺は使わないっていうような、 あ選択ができない人。だから殺されちゃう。で、さらに言うと、あ仮面ライダーのそのオープニングで、人間、あ怪人差別で再怪人、再の怪人が殺されて火炙りになるシーンがあるんですけどその、その火炙りになるのは何でかっていうと、その人間に対して暴力を振るった怪人グループの一人だったから俺、俺は何もしてないっつって火をつけられるのはサイ怪人なんです。あ その反怪人団体に対してでもナミ真一を殺したシーンとあれカメラワーク一緒なの気づいてます あの、シン新一を、あのー、ね、やっつけて、コウモリ怪人と逃げていくところのカメラワークが、実は、そ、そこのシーンと一緒になってて。だから、その、ニックは物語上コウロギ怪人になって、復讐を果たしたという構造にはなってんだけど、最終的にはま、それがまた人間に捕まって、こいつが総理大臣を殺したやつなんだということで、コウモリと一緒に、もしくはコウモリだけは人間を押せて、ニックが、 うん首を吊られて火をつけられるっていうところまで、これ暗示してたりするんですね。だから時代は変わらない。やってることは50年前と一緒のことをやっているっていうふうな、円環構造にしてるんですね。えー、大したもんだなと思ったりいたします。これがだから、人間側の話で、今度は、えー、ね、1972年にゴルゴム島を作った若き、ダロム、ビシュム、バローム、 えー、このメンバーは全員怪人なんだけど、えー、この人たちもやっぱり対立する。話がわからない、えー。一番怪人のことを思ってたのはダロムで。えー、俺は怪人のことを思うし、自責の念で、えー、エキスを飲まないってってね。エキスをののの飲まないと、その、を取らないっていう利点があるんだけど、これはエキスを飲まないでそのまま自然死すると。だけど、ディシムとバラオムはいつまでも、 若くいたいからエキスを飲んで若い頃と同じ姿のまんまいるあと強制的にそのーシャドウムーンもエキスを飲まされてるから年を取らないっていう設定になってるんだけど、えー、この人たちがねえー、みんなこれ打ち下馬で殺されてくダロムはそのーシャドウムーンが ゴルゴムに復帰してね、俺が当首になるって言った時に認めないって言ったら、反逆者だって言って殺されてしまう。グサッと殺されちゃう。そして、バラオムはその反逆者とあとは死念ですよね。シャドウムーンは一回バラオムに負けてっから、バラオムが、シャドウムーンが50年つながれてた牢屋に入れられてしまう。で、その後にね、あの、 裁判みたいなのを起こされて、えー、濡れ衣ぬというか着せられて死んでしまうというね、えー。これ全部だから仮面ライダーが戦って倒すんじゃないんです策略にはまって内毛羽で死んでいくんですよ。なんと悲しい、えー。でもこのなんと悲しいって思うんだけど、 あのー、この話さ、元の仮面ライダーブラックはさ、もっと創世王って昔からいてさ、あの、秘密結社ゴルゴムもさ、神々しいグループというかさ、なんか、不思議な場所にいて白い装束を着て、えー、た、あー組織なんですよね。だけど、この仮面ライダーブラックさんの世界ではですね、 あの、ポットでですよね。戦争の時に無理やり作られた怪人。そして、えー、わずか80年の間に、えー、こう、いろいろあって、特にその、1972年のところで、えー、ごちゃごちゃがあるっていうさ、まあ、若い、若いグループだからしょうがないか。喧嘩もするよね、とか、意見の食い違いとかあるよね、みたいなふうに甘く見られてるかもしれないけど、その、例えば宗教だったりすると、キリスト教は2000年からですよね。 あとね、ヒンズー教とか仏教とか、あ仏教がいつだったかわかんない。<laughs> ヒンズーの方が古いけど、ああ,あいうものはずっと信仰されてるわけですよね。だからそういうもんだっつって生きてるものもあるし、ーそれなりの置手が,があって、それをみんな守ってるから宗教として機能してるわけで。やっぱ高々かか、 たかだか80年ぐらいで教祖もまだ死んでないような信仰宗教、ゴルゴム島というのは、空中分解を学生運動が空中分解したように同じように打ち下場で殺し合い、総括しろと言って殺し合うというね。さらにこの下についてるメンバーに至っては、ではですよ。誰もゴルゴムに忠誠誓ってないんですよ。あー こ,この辺がなんかとても日本らしいなと思うんですよこう、ね。高い思想をかつて持っていた三神館。そして、その三神館と同等の,あの発言権であり、創世王を一番大事に思ってるビルゲニアというのがいながら、この人たちは怪人のためを思ってるわけですよ。ここまでは怪人の自由のためにいるんだけど、うん、この三神館から下の、まあ、雑魚怪人というか、 孝太郎く君になびく側の飲み怪人、クジラ怪人、コウモリ怪人というのは、ことの重要さを分かってない。教えられてもいないし、その、経教典としては怪人と自由を、怪人の自由を守るぞという、その意志に、えー、共感して、その学生運動でいろいろ悪いことをしたっていうのを思い出話にする人たちとか、あとはずっと、ね、ビルゲニアの言う通りに改造人間作るしかなかった飲み怪人とか、 だけど、この人たちは、その、なんでこんなことをしなきゃいけないのかが分かってない。つまり、この階層は、うん、やっぱピラミッド構造なんですよね。ここもね。上の人が考えてる立派な考えが下に伝わってない。伝えなきゃいけないってことじゃなくて、本当はこの人たちもそんなことは分かってなきゃいけないんだけど、うん、分かんないまんま、闘争だって言ってるっていうさ。 逆に言うとその主犯格じゃないから俺は関係ないっていつでも逃げられる立場にいるってことなんですけど、これは同じようにやっぱり人間側もそうで、えーね、道並新一が支配している人間界では怪人を差別していれば生きていけるっていう人間がいるわけですよ。 ね、オープニングにもありつつエンディングにもあるバスの中で怪人見つけて怪人差別をするっていう人たち。あの構造は実は飲み怪人、クジラ怪人に、えー、継承されてるっていうことです。この,この構図で分かりやすくなって。ここのピラミッド構造で人間のピラミッド構造と、 こうですねさっきあの時代の2020年のエンディングの時のねだからこれがえ、えー、っと第1話ですよね1話の時の構造はこうだったけど10話の時はこうなってて、えー、変わらない,っていうこ,これが描かれているってことですよねここだけ変わった怪人側が初めて大臣になりましたっていうところでここで えー、ここだけが書き換わってるけど、世の中も変わらないし、えー、何も変わってない。あとはエキスを出す人がいなくなったっていうのがあるかな。お金がちょっと生まなくなって貧乏になったっていうのがあるかもしれない,いや。仮面ライダーのブラックサンっていうのは、本当は新庄ゆかりがいなければ、あの、 お話は違ってたかもしれないというね。そういう話、ね。それだけ、このキャラクターが、なんだろうね、ミステリアスに描かれてるんだけど、僕はそのミス,ミステリアスに描かれてる描き方が嫌いでね、あの、た、ね、湧き水が出てるところで顔を洗ってさ、あの、か、顔を洗うタオルがないのつって、あ、俺、あ、ハンカチ一応貸してっつって、持ってないっつったら、あの、シャドウムーンの着てるシャツで顔を拭くんだよね。 お前は自分の服で拭けよって思うんだけど、あそこが何を意味してるかっていうと、やっぱり、その、人に取り入って何かをする、人のものを利用して、こいつは自分の、いいポジションを取ろうとするキャラクターだっていうことを示してんだけど、それが分かってても、あの、自分で顔一つ拭かないこの女、ムカつくと思って、え <laughs> ー、ましたいや。まあ、で、結果、ムカつくって思ってたら、その、 スパイだったんだっていう。スパイだったらもうちょっとうまく対象の心とかつかみはいいじゃんと思うんだけど、それすらしないで、それをしながら人間と怪人は平等だなんて言ってるこの人がも、本当に、でも信じて、私は本当にとかっていう。ね、だからスパイをしてたけど情が移ったのかな、みたいな。 あ風にも取れるんだけど、あんまり僕は好きじゃなかったなと。<laughs> 一番嫌い。総理大臣よりも、オリバー・ジョンソンよりも、ゆかりちゃんが僕はもう、許しがないと。とでもこれがお話の元凶だし、その、今回、今作におけるライダーの行動理由だからさ。でもやっぱり両方ともマインドコントロールをされてるんですよね。そういう意味では。長い時間。 50年自分の中でマインドコントロール熟成させるとどうなるかって言うと、それが自分の中の真実になるから、最終話、10, 10話ではやっぱりあ、10話じゃない、9話か。9話の大会で仮面ライダーブラックは創世王を殺すっていう目的を達成するんですよ。も,もっと早いか。7話か8話で創世王の心臓をこう取り出すということをするわけで、ね。 俺が創世王になるっていうシャドウムーン夢が叶わないで、ブラックさんに最終話で負けてね、えーま、負けた証でキングストーンをお前にあげるよってって、それで死んじゃうんだけど、こ,この辺がさ、やっぱ作ってる方も分かってんだよね。こさ最後の最後、政治とかをね、いろいろ題材とかオマージュで使いながら、最後は青春ドラマにしちゃうんですよ。青春なんです、これ最後。 あの、あの頃に戻りたいっつって泣くシャドウムーンとか。お前そんな、な泣く前にいろいろお前ひどいことしたよねっていうのとかさ。<laughs> ひどいことしたけど、その、最初に、最初に出会った女が悪かったねってことなんだけど、まあ、同情しきれないぐらい、そのね、虐殺の限りを作りしたりとかさ、あの、デモをさ、無責任に扇動したりとかさ、あーする感じ。 これが若者馬鹿にしてるんじゃなくて、最後そこに、結局はこの二人は無垢な青年だったんだっていう。仮面ライダーという重荷を昭和されていたけれどもあのそ、そこら辺にいる大学生と同じぐらい、その気楽に生きたかった人たちっていう,う。自分たちは気楽に生きれるって信じて、いろんな争いごとに首を突っ込まなかった人たち。そういう 人たちが、最終的に一人の女に騙されて、一歩間違った行動を取ってしまったら、えー、その世間からつまみ,つまみ出されて、世間の知らないところで50年お互いに陰遁生活をしてさ、片や年を取り、片や,やエキスを使って年を取らずっていう立場になってさ、それでも頭の中身は成長してない大人というさ、 子供部屋おじさん二人が対決するっていう、うん、そういう仮面ライダーになってしまったっていう。えー、こんな悲しい話があるかあ。あれだけ世界のために戦った仮面ライダーが、ただのつまらない、あのー、大学生の、よくいる大学生みたいなさ、MMORPG をやりすぎて会社に行けなくなった20代の会社員みたいなさ、そんなことでいいとかっていうのはあるんだけど。 でも、それこそが本当は若者像なんだろうな、というさ。うんね。でも、同じ若者でも、その学生運動を起こそうという人たちもいる。だけど、その人たちも間違った行動をしてるわけだよね。人様に迷惑をかけるだけかけて、自分の主張を聞き入れろっ、つって、ヨドゴーハイジャックとかしちゃう人たちだから。 ね、自分たちは間違ってないっていうことで、ただ声を上げただけで、それは大人の仲間入りをしてるわけでもなんでもない。でも、大人の仲間入りをするってことはどういうことかっていうと、ゴルゴムみたいに政治家の犬になって、えー、いいように使われるっていうさ、じゃあもう、そう、そ、そんなことなんてやっぱりまっぴらごめんなわけですからさ、世の中は何も良くならない。世界は良くならない。この対立構造と相関図では何も良くならない。 ビルゲニアがどっかで切れて総理を殺したりとかすればよかったのかとかもなってしまう。だけど、ビルゲニアはそういうことができない子だから。なんでできないんだろうなと思うんだけど、顔が、顔が怪人に変身しないからダメなんだろうななんていうふうにも思います。さあ、あというわけで、えー、ようやっと、南光太郎と、えー、信彦のぶひこっていうのはどういう人間だったのかってことですね。えー、左側が、 南光太郎。11歳と、うんうん、19歳か20歳ぐらい,い。20歳超えてなきゃタバコ吸っちゃうのだから21ぐらいかな。うん、南光太郎は役者が違うんですね。中村壮さんって言うんですかね。この人がすごいいい感じで、その仮面ライダーブラックの、うんうん、テレビ版の南光太郎にちょっと顔が近くてさ。 本当に孝太郎と信彦を合わせて2で終わったような感じの人で、うわ、よくできてんな、というふうに思いました。よくこの人探したな、というか、よく顔をメイクで似せたな、なんていうふうに思って感じにしましたね。で、片や、この中村智也さんっていうね、超、超イケメンで顔がのぺーってしてる人ね。<laughs> なんかすごいのっぺーっとしてるから、ね。これも子役の人がすごい、その、あれ子役に眉を反らせたんだろうなと思うんだけど、あの、すごい雰囲気に似てる人がいてよかったなと思いますね。で、この人たちは何も成長していないから。1972年から何も成長してない二人。ただただその、 その、キングストーンという石を埋め込まれたから、他の怪人よりちょっと強いという能力を持ったバッタ怪人二人なだけであって。しかもお腹をにね、パカって開いてね。<laughs> あれ、パカって開く意味は、どんだけあるんだろうなと思ってさ、おへそにギューってこう、 ね、これ新しいへその緒ですよ、つって、おへそでグリグリグリってやって入れるだけでもいいような気がするんだけど、お腹開かれちゃってね、ぬわれてね。あのお腹ぬわれちゃったよ、つってさ。この痛いから、その、ソーセオの作ったエキスをお腹に塗るといいらしいよ、つってさ。<laughs> そこでソーセオに頭を撫でられるんだけどさ。うわーなんつって。えー あ,あそこで差がついたんだろうなとは思いますけど。この人たちは、ずーっとそのゴルゴムの作った世界、あのー、ね、改造手術を受けた村からずっと守られて生きてきてるから、大学入るまで。えー、やっぱりその守られて生きてきた現代っ子の象徴でもあるわけですよ。ね、なんかこのヒーローらしくないって言われてる。でも当たり前ですよ、やっぱり。 みんなそうなんだから、あのねお、親がいてさ、守ってもらってさ、学校に行かせてもらってるっていう人たちが、どれだけ平和ボケで生きてこられたかっていうことです。その平和ボケで生きてこられた人が急に戦争状態に、お前は、お前ら今から戦争しろ。もしくは、自分たちの権力を勝ち取るためには、戦争して権利を勝ち取れっていうふうに言われてさ、俺は嫌だ。創世王だけは殺すけどっていう人に、たやなってしまい。 えー、そして、創世王は俺が継いでやる。なぜなら俺が強いし、資格があるからっていうふうに思ってるこの二人には、やっぱり、あのー、人間的成長、成長が何もないんですよ。だから、監督は何も信じてないんだね、そういう意味でね。仮面ライダーを信じて、子供の時に仮面ライダーを見た人がいい人になるってもしいい人になってんだったら今の時代が変わってるはずだから、それすら信じてない。それを批判するキャラクターとして、 仮面ライダーブラックをね、東映から頼まれてリメイクしてくれっつって、予願書っつって、えー、<laughs> 東映の人が怒るぐらいな、こう怒ったかどうかはわかんないけどさ、政治批判も入れつつのさ、こんなあ映画を作っちゃったっていうところがほんとすごいなと思います。年老いたライダーっつうとね、仮面ライダー響きなんかがあるし、 ね、そう、響きの場合は、本当に少年に対して継承を行う、ライダーの継承をする話だったけど、これに関しては、その、まあ、継承は葵ちゃんにしていくんだけど、うん、正しいことを何もせず、うん、終わっていく仮面ライダーっていうね、戦ってはいるけれども、その戦いは、す、すべてが無意味な戦いであるから、うん、そのね、最初仮面ライダー見たときにね、その、 まあ毎回2回ぐらい怪人バトルがあるんですよ。1972年バトルと2022年バトルが入るんだけど、そのバトルが始まっちゃうとお話が全部止まるのね。まあそれも特撮の作法っちゃ作法だからさ。あの、その止まるのがなんか嫌だなって思ってたんだよね。そ,その原因はやっぱりその,その戦いに意味がないからなんだよね。 あの、誰かを助けるためには一応動いてはいるんだけどそ、その戦ってる10分の時間がお話としては完全に止まっちゃうし、その止める要素として、あの、やっぱきっかけが弱いっていうのもあってね。えー、普通のその、なんだ、今やってるドンブラザーズとか、仮面ライダーギースを、ギーツを見るよりも、あの、爽快感というか、戦う理由がわざと気迫にしてる分だけ、 やっぱりそのバトルシーンがすごい考えて作られてんだけど、うん、ね、同じパターンないようにね、20通りの戦闘を考えるのだって大変だろうと思うんだけど、うん、見てるとね、せっかく考えて作ってもらったんだけど、やっぱお話止まっちゃってつまんないんなって。シークバー送ろうかなっていうふうに、あのー、思っちゃうぐらいに、このキャラクターの意思だからこの人たちが何考えてるかわかんない。 高太郎と飲む人子が心の底でどうなりたいのかとかっていう理由がきき気迫なんですね。それは何かと言うとやっぱ子供にさ、大人になったら何になりたいっ,つって聞いた時にさ、わかんないとかさ、まあ、中学高校で進路を決めようって時に子供がわかんないっていうことと一緒なんだろうなっていうふうに、うん、そう、そう思うと腑に落ちるんです。でもそういうキャラクターをじゃあ、 いその話のライン、一本ラインにおいてさ、仮面ライダーの冠を返してさ、この人たちがやってる無意味なことを見てさ、何を思えと言うのかっていうさ、<laughs> そこにさいや、政治とかをさ、こう、ガッチャンコしてくっつけるとさ、あ、うんうん、こう、シャラクセって思っちゃう感じになるなって思いますね。ただ、そのね、ライダーの造形だったり怪人の造形は、うん その、子供が見る番組としてはやっぱりグロテスクに作ってあるから、あの、特にライダーのその何フォームだっけあ、これこれこれあ。ライダーの怪人フォームとそのライダーフォームっていうのがあるんだけど、その飲み怪人なんかさ、見るに、まあ、出番も少ないからあんまり見なくて済むんだけどさ、飲み怪人がさ、あの、書きながら思ったけど、これドラクエのホイミンなんだなと思って。 プルプル僕悪い飲み会人じゃないようなんだなと思ったんだけどさ。えー、の、まあ、それは置いといて、飲み会人ね、そのこ、この辺にブツブツのがあってさ、気持ち悪いんだよ。あの、あと、クトゥルフ神話に出てくる、あの、あの、イヤイヤのね、魚人みたいな感じも含めてさ、この辺は今、子供向けで作れない、 見た目だなとは思ってさ、クジラ怪人もさ、あの、や、やってることと動きはコミカルで可愛いけどさ、でも実際にこんなのいたら怖いよなんていう、<laughs> 首がグーンってなっててさ、その、な、何た、普段何、何食べてんだかわかんないこのクジラの歯がさ、再現されてるクジラ怪人は、やっぱ超怖いのでね。 この辺はやっぱ、その、年齢制限を設けないとダメなとこだったんじゃないかなぁと思います。えー、っと、じゃあ、最終話ですね。どっから話そうかな。ああ、せっかく書いたけど、これね。あの、一応、比較として、ライダーフォームのねバ、バッタ人間版とライダー用でお互いね、こっちがブラックで、こっちがシャドウムーンなんだけど、あの、 これはさ、一応怪人ホームの時はそんなに違いがないんだけど、仮面ライダーのこのライダーホームになった時にさ、シャドウムーンの方がこの怒り目になってんだよね。ちょっとね。ちょっとだけ変わってんの、この顔が。もちろん体のね、その衣装も違うんだけどさ、色も違うんだけど、一番違うのはやっぱり目なんだなと思って。シャ,シャドウムーンの方がちょっと釣り目にデザインされてるのが、 映像を見て初めて、もしくはそういう撮り方をしてるからそう見えてるのかもしれないけど、ライダーはそういう意味ではね、あの、ちょっとほっこり系の顔してるの。丸い目だから。あの、無垢な顔をしてる。シャドウムーンはもう、いろいろ不幸なことがありすぎたから、<laughs> 銀色の戦士になった時にすげえ怒ってるっていうのが面白い。ここで、 個性を出してる、出すのはな、まあでも、テレビシリーズも仮面ライダーブラックはレザーファッションなのに対して、シャドウムーンはすごい、えー、メタリックシルバーの、ーね、ロボットみたいな鎧を着てる仮面ライダーになってるの,ので、差別化でもあるんだなと思いました。そして、えー、っと、その戦いに勝ちですよ。今日また新しく絵を付け足しましたよ。あの、 仮面ライダーのー最後、10は、創世王を倒すんだつって、えー、創世王の心臓だけがまだ生き残っててね、その心臓だけあればエキス出せるだろうっていうのもあるんだけど、少量だけどエキスは取れるだろうっていうのもあるんだけど、俺は決着をつける創世王を殺すつって、その、仮面ライダーブラックはですね、その、キングストーンを持って、 そのキングストーンを持ったまんま、創世王の心臓にライダーパンチをするんですよね。そうすると、心臓が、こう、反応してさ、パーッと光るわけ。うおーなんつって。あれは、その、創世王。えっと。このソ、創世王の心臓にライダーパンチですよ。ここにキングストーンがあって。 で、創世王に使われたキングストーン分のパワーと、その物語の時に赤と緑を合わせると、なんかいろんな記憶が内混ぜになって伝わってくるみたいなシーンがあるので、これは融合なんだよなと思ってさ。だから、心臓にパンチをし,した時点で創世王が殺せるんだけど、創世王の記憶とかも全部受け継いで、 高太郎は、その体が動けなくなって、新しい創生王になるってことなんだなと思うんですよ。だから、仮面ライダーブラックの創生王最終形という顔は、こんな感じになるんですけど、これね、あの、あの、今日改めて、その、あの、創生王の一時停止して見て、模写し直したんだけど、えっ、ー、と、その、昆虫、バッチ バッターの要素と、あと人間の要素というか、あ、う内側って書いてある。人の要素ですね。あと、骨か。この辺がミックスされてる。これはどういうことかなと思ってさ、創生王自体は巨大なバッタ人間なだけだったんだけどう、ここで人間の要素が強くなってるっていうのがすごく気になりました。あのね、 ここ、あの、バッタの口のさ、ところに触手があるんだけど、そ、それに隠れるようにですね、あの、ライダーの口が人間の骸骨の口になってんですよ。あの歯並びのいい、あの、敗者の表層みたいなのがここに黒い歯でくっついててさ、あの、カメライダー独特のクラッシャーの口じゃなくなってんのね。 これはどういうことだと思ってさ。ここで僕は、えっ、ー、と、スカルマン。あ、ここでそのお話のテーマであるとか、その仮面ライダーの元祖と言われてるね、石森翔太郎が作りたかった話であったスカルマンですね。アニメにもなってるし、ま、ね、漫画で島本和彦が作ったりとかしたやつもあるんだけど、そうか、ここでスカルマン要素として入れるんだっていうね。 人間のため、人間のため、怪人のために、あとはいろんなことに決着をつけるために、結局、南幸太郎、仮面ライダーブラックは自分を犠牲にして創世王になった。シャドウムーンも倒して創世王になってしまったっていう話ですね。創世王を殺すつもりだったけど、融合してそ創世王になってしまった、えー。そしてこうなるともう体が動かなくなってさ、 言葉もなくなってしまって、ただ座ってエキスを吸われるだけの存在になってしまうっていう。これが仮面ライダーブラックの、あれですね、真っ赤な目もなくなってさあの、うん、赤と黄色のストライプが仮面ライダーの象徴なんだけど、赤色要素もなくなって、この黄色で描いたところは全部ゴールド、金色になってるんですね。 えー、だから仮面ライダーの最終形として黒と金というね、えー、銀はシャドウーブーンが使ってるからっていうのもあるんだけど、こうなってしまったっていう、その、バッタとしてももう足の本数が違うだろうっていうような造形になってさ、<laughs> 下半身はあんま映してくんなかったからちょっとわかりづらいんだけど、胸元にね、なんかあの遊戯王の あの、マークみたいなさ、目玉のマークみたいなのがついててさ。で、そ、そこにこう集まるようにこう、こう、こう、なんだろうねう、血管が走ってるような、そ、そういう形にななんかここに目玉っぽいのがちょっとあるんだけど。だから、その心臓が、 創世王の心臓と幸太郎の心臓が融合して、ここで焼き付けられてるんですっていうことが表現されてるんじゃないかな。そして、えー、バッタ人間から人間要素がより強くなった顔になってる。目玉はですね、バッタの目じゃなくて、あの、蝶々の目になっちゃってる。蝶々の目ってさ、あのー、こうなっててさ、 この複眼のところがさ、その光を感じる部分と、をこう、解像度を良くするためにさ、パッと見、その、ちょっとこう、なんだ、シミみたいな感じになってるんですよ。あれが反応して、その、 昆虫はそれでその世界を認識してたりするんだけど、今までの仮面ライダーにありそうでなかった、その、あのその蝶々のもやっとしたシミみたいなものの再現がですね、ここに入って、ね、ですね。それはその仮面ライダーブラックの怪人フォームでもやってなかったことでさ、ここでまた新しいことやってると思って。 今まで仮面ライダー J とかね、リアル仮面ライダーでもあんまやってこなかったことをここで一個やって、しかもそれをやったことでさ、なんか目がうつろな骸骨のように見える、造形にしてんのね。一瞬だけ映ってなんか目、なんか、なんだ、その、黒目がある人間の骸骨に見えるっていうのは、なかなかちょっと面白い演出というか造形だなと思いました。 こ,こんなになる、こういうことになるためにお前は戦ってたのかって。でもそこにものすごい人を繰り広げて、ものすごいこう、うう思想を持った人間の末路ではないから、何も考えないで流されて生きてきて、一人の人間の影響を受けて、それが命は重いとかさ、あのか怪人、創生を倒すっていうことだけを覚えて、 バカの一つ覚えで50年暮らしてきちゃうと、最後にはこうなって栄養を取られるだけのアホになるぞっていうことをここで示してるんだろうなっていうさ。コリコーなビシムに騙されてエキス取られちゃうぜっていうね。この,このね、創生王になった後にね、あのー、あのー、前の創生王がさ、ピチャーンピチャーンぐらいしかさ、青い液体のエキスを出さなかったんですよ。この、この、光太郎くんが創生王になったらね、 ドバドバ出てるな。あのシーンは <laughs>、ちょっとクスッとしますねあ。若いっていいなってちょっと思ったりとかしました。これはでもね、その、スカルマンをちょっとやっぱ連想したなと思いました、ね。さて、じゃあ、仮面ライダー、真の主人公。これが、えっ、ー、と、葵ちゃんであるわけです。えっ、ー、と、ブラックとか、あーシャドウムーンよりも、お若くて、16歳ぐらいなのかな ?15 歳ぐらいですかね。 あの本来守られるべき子供なんだけど、えー、っと、えっと、ビルゲニア。すもう忘れちゃうんだよね。ビルゲニアの策略によって体にストーンを埋め込まれて、えー、怪人にされてしまいます。第4話か第5話で、葵ちゃんはですね、カマキリ人間にされてしまうんですね。えー 人間の側から怪人の味方だよって言ってたこのカマキリ、えー、人間はですね、その十,十何歳まで純粋な人間だった。だけど、どんな人間でも怪人に変えられる手術を持ってるから、あのー、ね、その、本当は殺す命令が出てたんだけど、 殺すには惜しいつって、ビルゲニアが気分次第でですね、この人をカマキリ人間にしたせいでですね <laughs>、えー、このちょっとしか変わらない世界ね。ブラックとシャドウムーンが、この、えー、政治家、ゴルゴム島に、 えー、テロ行為をしたおかげで世の中にはビシュヌが政治運動に参加するという権利。だけど他には何も変わらないっていう世界が出来上がって、出来上がった後に、あの、葵ちゃんを残したためにカマキリ怪人を殺し損ねたので、えー、この仮面ライダーブラックサンの世界で第10話のラストでショッカーが誕生してしまうんですね。えー <laughs> このショッカーのリーダーとしてさ、カマキリ怪人がさ、いるってのが面白くて。で、このカマキリ怪人の造形だけその仮面ライダーのマスクの形状と違うんですよ。えー、っと、で、あのね、カマキリの、その、本当の顔ってこれぐらいの顔なんだけど、その、このカマキリ怪人はですね、仮面ライダー牙とか電王みたいにちょっとこう、顔から出てる。 顔になってんのねこれ何かなと思ったんですよ。これね、あの、立花レーシングの、立花モーターズの、あの、このマークそっくりなんだね、こいつね。えー、当時の仮面ライダーでも、紙切り怪人をモチーフにとかさ、あ元々はその仮面ライダーの、えー、っと、美術スタッフの八木さんっていう人が、 そのサイクロンにはもとあのセンターにこのレ,レーシングマークがなかったんだってそのレーシングマークを寂しいからちょっと作っちゃおうっていうのでちょちょっとシール作って真ん中に貼ったっていうこれが印象的なサイクロン号になってさ1号ライターが乗る時のあのかっこいいマークというか僕あれショッカーのマークだってでずっと思ってたんだけどあれは立花さんのマークなのね で、もともとは、その、バイクを正面から見たときと、だから、触覚に見えるところがハンドルで、えー、下に見えるところが、こう、タイヤだというふうにも見える。でも、昆虫の顔にも見える。こんな悪趣味なエンブレム、立花さん考えてたのと思うんだけど、ここにつながる。つまり、その、僕はこれ、ショッカー誕生だと思ってたんだけど、立花、うん、東米をここで作り出してるんですよ。 仮面ライダーを受け入れる喫茶店の、どうでしょう。東米さんの役割をテロリストというものに置き換えて、テロリスト育成機関として黒い帽子をかぶって、新たな赤軍のリーダーとして、えー、いろんなことを知らないまんま、ね、未熟なまんまさ、その、グレタちゃんのように言われたような、親から言われた、その人間と怪人は平等だっていう教えから、 一歩だけ進んだ、その若きテロリストとして、えー、この、立花レーシングの、このエンブレムを模した顔の、うん、カマキリ怪人が誕生するっていうさ、これはなかなか熱いだからさ。最初は僕はショッカーになると思ってたから、あ、これは第二のショッカーの幹部の、うん、人なんだと思ってさで、 ブラックサンとシャドウムーンっていう名前が与えられてるんだったら、このカマキリ怪人のいちゃんには、どういう名前が、ああ、ふさわしいかな、つっ,ってさ、エターナルアースかな、とか思ったりとかさ、星のま、名前がついて、その、その後にブラックとかシャドウってなるんだったら、この人は、さ、ね、永遠のマークをー、目指してたわけだ。だけど、自ら、その永遠のマークを、その、この、この、 永遠を止めるというね、ヘビにも見えるこのマークに、えー、書き換えてるってことは永遠ではないのかもしれないな <laughs> と思いながらさ、えー、これがちょっとなんだろうね、ひねってていいなって思います。もちろんショッカー誕生でもいいんだろうなと思うんだけど、ショッカーのマークを改めて調べたら、えー、っとショッカーのシンボルマークっていうのは、わしが、えー、地球の上に立っているっていう。 で、これは、その、元ネタはナチスの鍵十字のマークで。同じように鳥がさ、鍵十字の上に立ってるっていう紋章があるんだけど。で、これより前にギリシャのローマ皇帝の、あのー、マークっていうのが、二つの首を持ったわしが同じような感じで構えてるっていう。だから、国旗とかデザインとかシンボルとしてよく使われているデザインではるで、多分、 あ仮面ライダーではナチスを元にしてんだけど、今の時代はそんなナチスなんてさ、配信でだって鍵十字作れないんだから、僕も今ちょっと工夫して鍵十字に見えないようにちゃんとごまかして書いてるからねあの <laughs> あ。だけど、鳥がモチーフになるってことは、つまり、まあでも日本にも国の花とか国のあ植物とかあるからさ、県,県の植物やら何やらいろいろあるから、 だけど、そうだ、日本の国庁って鶴とかじゃなくて、ヤタガラスだったんだと思ってさ。じゃあ、これ、あの、ショッカーのマーク黒く塗ったら、ヤタガラスに見えんなと思ってさ。あ、そうするとあれか。国家でゴルゴムが、あ契約した、悪魔の契約をした政治家どもというのは、すでにショッカーだったんだという、えー、こう、構造ができてね、あの、ちょっと、より納得できた感じではあったりいたします。 あだから最後ね、これね、テロリスト賞賛の映画になってるんですよ。あの、あとは特にその、何かことを起こしたとしても、その宣伝の仕方が下手くそだったりさ、人知れずライダーが死んだりとかしてもさ、人間は気がつかないっていうことの風刺も入ってるからさ。ら気がつかないからこそ、この、あーカマキリ怪人の、あーが、こういう地下組織を作って、 子供に爆弾の作り方を教えるみたいなのが、あできたんだろうけどあ、やっぱね、これはまあ面白いから人に勧められるかっつうと面白くはないああの、うん。あの、逆張りおじさんって言葉があるでしょこれは全部が全部逆張りのドラマだから、あの爽快感がないように、ね、そのヒーローものだったらここで絶対助けが来るけど来ないよっていうね、逆張りで。 だってそういうのないから作ったよっていう、内下馬だよっていう、まさか政治批判するよっていうのも、うん、政治思想入れるよっていうのも、全部がそれだから、うん、そう。だから仮面ライダーブラックさんとは、ね、ここまで説明してどういう話かっていうと、お逆張りライダーブラックです。 仮面ライダーとは今までの常識の全部逆を言ってますよ。だけど笑えないし、あの爽快感もないし、みんなそんなご立派な思想があって何かやってるわけじゃないし、むしろ思想が強すぎる人間ほど虐げられるっていう話になってるんで、えー、これはですね、なかなかおすすめできないなというふうに思います。えー、よいしょ。 あと分かりやすいように、そのさ、シャドウムーンがその10話のうちで何やったかっていうのをさ、あブラックサんが何やったかっていうのだけ最後に、えー、お伝えして終わろうかなと思います。えー、まずシャドウムーンですね、えー。子供の時にキングストーンを埋め込まれてですね、えー、大学生になったら学生運動に参加します。 えー、だけど、その学生運動の中で反乱を起こす側に加担したためにゴルゴムに捕まってしまいます。そこから50年、遊兵生活を経て、えー、脱走します。もう、どうやって脱走できたか。あれ、勝手になんか力が発動して鎖が外れたかなんかしたんだっけな。<laughs> それで脱走します。で、脱走した後に、脱走したけどゴルゴムはそれを追っかけないで、 監視してます。ロードセクターとか見つけて、コウモリ怪人と一緒にロードセクターを直して走れるようにします。えー、そんなことをしながら怪人が差別されてるのに我慢ならなくなって、えー、怪人テロ組織というのを結,結成します。俺についてこいっつって。えー、そ,そこで、こう、見つけた仲間を使って、えー、ゴルゴムビルをですね、爆破します。えー、爆破テロを実行します。 えー、そこで、えー、と、ゴルゴムの幹部とかやっつけちゃおうぜっていう、えー、行動を取るんですけども、これが失敗します。あと、そこで賛同したテロリストの怪人たちがスワットに殺されて、えー、作戦は失敗します。何もうまくいきません。えー、彼は逃げ出します。 えー、そして、その時に、えっ、ー、と、お前が学生運動の時に、えー、好きだったゆかりってのは政府のスパイだったんだよ、とかっていうふうに言われて、えー、怒りを抱えて仮面ライダー、シャドームーンに、えー、フォームチェンジします。えー、そして、フォームチェンジして、ああ、俺ってね、その人間を顔潰して殺したりできるし、強いし、えー、じゃあこのまんまゴルゴム乗っ取っちゃおうかな、つって。 だからこの人の行動は、最初はデモに参加してる弱い怪人を先導してリーダーになるっていうことを、で、社会というか何かをやってる。つまり、ビルゲニアのモノマネをしてるわけですよ。学生運動のリーダーだったビルゲニアの、うーん、モノマネを一回して、それが失敗するんだけども、ノウハウをそこでちょっと学んだから、今度は、その、あの、ゴルゴムの、 あ組織の中に入ってって、あの、俺創世王だからさ、つって、あのーあ、お前ら幹部で偉い顔してるけど、そ,その、創世王だから俺の方が偉いんだから、つって、俺をトップにしろ、つんだよね。では、それは許さんとは、つってさ、あのー、反対するやつもいるんだけど、そういう反対するやつはもう、イーロン・マスクと一緒ですよ。お前らいらないから首、つって、切っていくわけですね。 えー、そして、そのサポートをするのが、あ三神官の一人、ビシュヌであると。えー、そして、そんなことをしながら、打ち下馬をしながら、ゴルゴムのトップに登り詰めます。ほんで、なんか白い、なんだ、教祖様が着るような服を着て、俺がこれからは裏を日本で動かす、なんつって、えー、言ったんだけど、そのブラックさんと最後戦って負けます。はあ、昔に戻りたいよ、つって。 あの頃の楽しかった時代に戻りたいよーっつって死んじゃうのが、あシャドウムーンの話です。こうやって見るとしょうもないでしょでもね、ブラックさんの話がもっとしょうもないんですよ。えー、ブラックさんがですね、えー、キングストーンをやっぱり子供の時に、えー、埋め込まれます。ほんで、 学生運動に、えー、参加した後に、創、え、世、ー、王を殺してっていう風に、えー、ゆかりさんに言われて、創世王を殺そうとするんだけども、えー、左足を失ってしまいます。創世王の返り討ちに遭うんだね。創世王がなんかフォースみたいにこう空間ねじ曲げられるみたいで、それで飛ばされて足とかもがれてさ、それがどうやらオープニングで足引きずってた理由らしいんだけど、 で、この後、1972年の事件の後、南光太郎は、その、うん、人目を忍んで生きる人になります。あんまり派手な行動もしないし、定職に就かないでこう、なんか闇の仕事みたいなね、えー、暴力団の使い走りみたいな仕事をして、それで、じゃあ,あの、食事をして、 あとは、住所も不定でバスの中に寝たりとかして、50年同じバスには入れないと思うから、住所を点々としながらね。だから、どこでバトルホッパーを買ったんだろうっていうのが、すごく謎なんだけど、えあの、とにかく50年、2022年になるまでこの人は、葵ちゃんに出会うまで、ほぼ変身もしないで多分生きてきたんだろうなというふうに思います。そして、 えー、葵を雲海、うん、人から助けることで、そのちょっと人生の歯車がまた動き出すというか狂い出すというか、葵ちゃんに出会わなければブラックサんは死ぬまで、あのー、隠れて生きてたんじゃないかっていう風にもとれる。まあ、それじゃあお話進まないのでね。だから、あ南光太郎というのはですね、このブラックさんの話では本当に、あの、翻弄される話。 人からこう頼まれたからとかってね、人からこう教えられたからっていう、うだけで、フラ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 こう流されてるような人なんだよなとっていうふうに思いましたね。で、第2話で姉ネモネ怪人と戦って、えー、これはシャドウムーンの方が姉ネモネにとどめ刺されて、ちょっと手柄取られちゃうんだけど。で、その後クジラ怪人と戦います。その後シャドウムーンと昔の女のことで戦います。えー、ゆかりさんですね。 で、えー、そんなことやってたら、青いがさらわれて、カマキリ怪人になります。よくも青いよっつって変身しちゃう、ねあの。なんでここで怒るんだろうと思うんだけど、なんだろうな、ね、あそこで変身ポーズして、きたきたーとか待ってましたーにならない感じが、あすごいなーってやっぱ思う。変身ポーズかっこいいしさ、本気で撮ったらしいんだよ。撮影の一番最初に撮ったのが、あの、 西島さんの変身ポーズだっつうからさあの、一番気合が入って撮ったらしいんですけど、あ、それがストーリーではこう埋め込まれるんだな、っていうね。だからまあそれ、それは、なんだろうね、話をこう、あの、あ、葵がそれだけ大事だったってことっていうか、うんうん、その、陰遁生活をしてる間に人との関わりも、こう、断絶してた光太郎にとって、 そのふ,ふざけ合えたりとか、何かこうね、その、何か教えたりとか教えられたりっていうことができる関係の人が、あの子しかいなかったってことでもあるんだろうなって。まあだから、うん、じゃちょっとした親代わりみたいなところもあったのかな、なんていうふうには思いますけど。それで人間は怒るんだな。だから、その怒った感じで変身してもやっぱりちょっとぽやーっとしてんだね。 あの、ブラックの目は丸くて、純粋な目をしてるから、シャドウムーンとはちょっと違うんだよなと思います。で、そうやって怒った仮面ライダーは背中の、背中の一回抜いたら元に戻らないリボルケインを片っぽ抜いてですね、ビルゲニアの左腕を切るんですね。そしたらですね、ビルゲニアがですね、空飛んで逃げるんですね。コウモリ怪人かなんかに抱えられて逃げるんだったから、あの時思いましたね。 お前バッタ怪人なんだから羽広げて空飛べようと思ったんだけどあ、空飛べないらしいね。スカイライダーは空が飛べるのにね。<laughs> って思いました。羽でブブブブはね、やらないんだね、と思いました。えー、で、えーと、ゴルゴム島でシャドウムーンが起こしたテロ爆破があって、そこに、えー、南光太郎もお,お邪魔します。創世王を殺さなきゃな、っつって。 いちゃんも怪人にされるぐらいだったら創セオなんかいない方いいよなつっ,って。それ理由としてちょっと弱くねって思うんだけど。コーん。孝太郎君はもうマインドコントロール感にあるからしょうがないんだね。もうそれしか考えられないから。あーそれで、創セオお前を倒すって言うんだけど、なかなかこれが倒せない。でもこのシーンがまた良くて、これもまたバトルのシーンで退屈なシーンではあるんだけど、 その、ね、頑張って、予算の中で頑張って創世王をさ、すごくでっかく作るの。その、でかい創世王とさ、それハリボテの創世王なんだけど、CG でごまかさないで、その、動く腕を作ってさ、パン、パンチするというか、そう、そういう動きを創世王に、こう、してるのはね、あ,あ、もう今、日本の特撮でこれできない、CG でできるから CG にしましょうっていう風になっちゃうから、 あの、セット感とか、ね、セットの背景はやっぱり予算が足りないからダサいというか、うね、のぺーとした壁とさ、照明で暗く見しててさ、あの、あんま見せたくないとこ見せないような暗い照明で、なんかね、ツタンが何本か、ワイヤーがこう何本か垂れてるだけのさ、あんまデザイン性のかけらもないさ、あの、あの、 どっかの倉庫を借りてやったんだろうなっていうのがありえだからあれはね、なんかね、その仮面ライダー特別編の仮面ライダー J とかさ、ZO だっけあの,あの辺見てる感じに近いんだよね。あ,のあと、「新仮面ライダー」とかね、まことの仮面ライダーの方ね。 あれもやっぱ後半の戦うところがさ、狭いセットの中でさ、その壁を作る予算もなくてさ、垂れ幕で後ろごまかしてるようなさ、セット。甘宮啓太の監督したやつなんか、ほんと、 序盤の変身シーンはめちゃめちゃいいのに、あの、後半の本部で戦ってるところのチャチさが、うーんってなる感じの、あれがあるんだけど、だけど、その中に真ん中にドーンとさ、そのハリボテの創世王がいるから、あの、仮面ライダーブラックさんのこの創世王と戦うブラックのシーンはとても良かったなと思います。あ、あ、ちゃんとワイヤーで、ワイヤーでブラックを殴る、 特撮とかしてるすげえと思ったりとかしました、ね。これは特撮畑じゃない実写の監督が撮ってるみたいだから、へえ、ああ、すごいんだと思ったりしました、ねあ。こういうのも撮れるんだっていうのでね、感心しました。で、その戦いで仮面ライダーは足をもがれちゃうんですよ。ああ、参っちゃったね、ともう歩けないよ。ビッコにもならないわと思ってさ。 で、車椅子生活ですよ。クジラ怪人に押してもらったりとかして。で、そこにシャドウムーンが出てきて、キングストーンを渡されって言われて。で、またあー、そんなことやってたら、あの死んじゃった。<laughs> 変身しようかなと思って、うんってやったら殺されちゃうっていうね。ほんで、あ、死んじゃった、どうしようってって、いや、でもク,リクジラ怪人が生き返らせるってって、海になんか入ってってさ、なんか不思議な液体かけて生き返れなんつってさ。 そしたら、葵ちゃんとかビルゲニアも来てさ、お前そこ秘密の場所じゃねえのかって思うんだけど、来て、みんなが見守ってる中で、えー、この仮面ライダーブラック独特の、あのー、ね、こうね、こういうマークができるんですね。まあ、これ、何のマークかって理屈は特にないんだろうし、語られないしさ。 あのその前に作った仮面ライダーのさ、仮面ライダーゼクロスがこういうバッチみたいなのをつけてたし、仮面ライダーブラックが流行る5、6年前は、あラコステとかさ、な、なんでここにワニのマークがついてるんだろうみたいな、ワイシャツが流行ってたからさ、ポロシャツが流行ってた時代だから、その名残でこんなんがついてんだろうって,ってね、クーガーにはついてないんだから、これ、えー。それなんだけど、これに無限大のマークがついてさ。 意味がつけられてさエターナルの意味がつけられてライダーは復活しますそして最後にあのシャドウムーンといちゃいちゃしてああのライダーキックを出して、うん、でもライダーキックがとどめにならなくて仮面ライダーにはライダーパンチという技もあるんですけどキック出してからパンチでとどめさせてましたねあれもなんだろうねやっぱ予想を裏切る逆張りの演出なんだろうなと思うんですけど で、その後、俺は責任と取るっつって、創世王を殺すっつって。でも自分では殺したつもりだったんだけど、創世王と融合して、第二の創世王になって、エキス垂れ流しマシンになりましたとさ。で、このまんまゴルゴムのね、残った人たちの,その財源となるためにさ、垂れ流しマンになるかと思ったらさ、葵ちゃんが助けに来るんだね。カマキリ怪人になった葵ちゃんが助けに来て、俺を殺してくれと。 お前には殺し方を教えただろっつって、一番最初に習った時間撃退法みたいなので、えー、創世王となったブラックにサタンソードを刺して。このサタンソードってやつがですね、あのー、ね、一番最初に説明しなくて申し訳なかったんだけど、もともとその軍の実験施設として作られて、それがもし暴走したら困るなっていうので、 その創世王を殺す装置としてサタンソードというのが作られただけど、これが戦争の混乱であるとかごその怪人村を作ってそのあの学生闘争の時のシンボルとして飾られる時頃にはその,嘘の情報が創世王を守る剣というふうに、ね、あの伝わり方が変わっているんですねでその変わった嘘の情報を信じて創世王を守る剣だ だからこれは、ビルゲニア兄さん持っててくださいっていうふうに言われる、<laughs> あのー、形になった。人間っていうのはやっぱりね,ほんね、歴史を信用しないっていうのは僕いつも言ってますけど、学校の中で嫌いな授業は国語と歴史って言ってるんですけど、どっちも不確かなものだからさ、あーのー信じられないんですね。漢字を覚えるとか文章の書き方を覚える分には、それは勉強しなきゃなと思うんだけどさあの、国語は感想文求められてさ、なんか、 その感想文の書き方みたいなのにも定型文があるっていうのが僕すごく嫌いでさ。いつも嫌だったんだよね。あと同じようにやっぱ歴史も、その教科書に載ってる歴史っていうのは結局僕らが見るときに、そのあ、分かったことだけしか書いてないし、下手すれば改ざんされた歴史が書かれてるわけですよね。 えー、それを勉強したからって、あんまりなと思う。怒ったことは記憶してするけどあ、前言ってた時と違うぞとかさ、ここね、まあ、国家間でいろいろ、ね、あのだ、ロシアと仲良くなった時にはさ、そのウクライナ戦争の事実が書き換えられるだろうとかさあ、中国と仲良くなった時にアメリカとの安保条約の約束をもしかしたら忘れるかもしれないとかさ、あそういうことがね、将来にもあるからさ。 あるかもしれないので、信用してないですね。そういうので言うと、この、もう嘘が、もう、もう日本は嘘ばっかりなんですよ。ね。あの、アマテラス、大の、大神の頃から嘘しかないんだよ。聖徳太子が本当にいたかどうかも、あの、信じがたいわけでね。<laughs> しょうがない。野口秀夫はいたと思うけど、聖徳太子はいないかもしれないんだよ。 ま、あ、とにかく歴史を監視する人とさ、あと研究する人で新発表があるとかさ、いろいろあるたびに書き換えられたりとかするものとか、僕はやっぱあんま信用しないですよね。で、ね、そんな中で、サタン騒動も嘘。ね、怪人の情報も嘘。500万年から生きてるっていう情報は嘘。本当は日本の昔の政府が改造人間っていうのを作って戦争兵器として作ってましたよでも、 そ、それが、ああ、こうねその、嘘なのがばらされても人間の興味を引かなければ、その興味は持続しないので、えー、彼らのやったことは全部、葵ちゃんのやったことすら無駄になるんですよ。え、その仮面ライダー出世の秘密をね、見つけたとしても、そんなの興味ない。派遣アニメじゃないから興味ないっつって、みんながこう、 あのね、すごい良い,いものとか、すごい秘密を分かったんだぜって言っても、そ、それじゃあやっぱみんなの心はつかまない。それが派遣ですよって。派遣アニメですよって言うとみんな一生懸命調べる。あのね、ブラックさん派遣ドラマですよって言うとみんな見るってことなんだと思うんですけどね。で、最後に、 実はブラックさんとシャ,シャドウムーンが対決する話なんだけど物語の鍵を握ってたのは今日今まで全然触れてこなかったビルゲニア兄さんなんですよビルゲニア兄さんが一番あの仮面ライダーブラックの中で <laughs> お話として重要なポジションとあとかき回すポジションとしているんですねこれビルゲニアってさ古代鱗郷 怪人なんだって。漁業なんだって。鎧を持ってる怪人だから、ちょっと硬いプロテクトなんだって。あの当時で言うとシーラカンスとかがモチーフになってるかもしれないね。だけど、なんでこの人だけ顔出しなんだろうなっていうのは <laughs>、すごく謎なんだけど。あまあ、それは多分、その、テレビ放送のブラックの時に、やっぱりこう、ビルゲニアだけ顔出しだったからね。それを踏襲してんだろうなと思うんだ。 で、ベリゲニアさんっつうのは、怪人の村の子として生まれて、光太郎とか、あー、ノよりも早く生まれてて、早く改造手術を受けてて、怪人になるんです。鱗ろう鱗魚怪人として、えー、生まれ変わります。えー、で、お兄ちゃんお兄ちゃんって、ベリゲニア兄ちゃんって言われてるから、仮面ライダーよりもちょっと年上で、えー、で、ちょっと先に大学に入学して、学生運動のリーダーとして、えー、お前たちは、 何,何か考えてるかみたいなことを言ったりとかする。もう気持ちいいだろうね。あの <laughs> 一番尊敬されてる、えーっと、ビルゲニア花の時代がここです。えー、っとあの大学生の時に一番、えー、偉かった。足が速いからモテたみたいな感じの一番いいポジション。でもこういうのが若い時にあると忘れられないんだね。そういうのがね、えー、サ,サタンホスソードもやっぱビルゲニア兄さんが持っててくださいよ。つ言われて。 うん、じゃあしょうがないな。とりあえず、俺が、このサタン騒動、創生を守る剣を、持ってるぜっつって、ね、で、そんなことで一いい気になってたら、スパイのユリコにコウタロウとノブヒコが騙されて、謀反を起こすと。だけど、その謀反を起こすのをいち早く察知して、ユリコを殺す。これが1972年の話です。で、学生運動が失敗して、 えー、のぶと一緒に捕まってしまいます。で、その時に政治家道並が、あのー、俺の部下になって汚い仕事をする奴を募集しまーすって。えー、それでシャドウムーンは断って、えー、俺は、俺はいろいろその活動がしたいから。今ここに捕まってることでは俺は進化を発揮できないから。つうので、ドナミの前で舌を噛んでね。 その舌を噛んだところで、どうせエキスを飲んだら治るからね。<laughs> うーって噛んでね。あの忠誠心を見せるんですね。よし、じゃあお前を雇ってやろうと。つって、ドナミつまり、ゴルゴムをもう懐獣した政治家のね、総理大臣になるちょっと前のドナミと手を組んで、いろいろ悪いことをして、政治活動とかをして。で、その、オリバーの隠れ家を見つけて、キングストーンをそこで奪うと。 で、えーえー、そ、そっから2022年に入ると、オリバーのつながりのあった河村家の葵の両親ですね。これを捕まえると。お前らはなんか秘密持ってんじゃねえかっつうと。やっぱり持ってたなっつって8ミリフィルムを見つけて。だけど、その8ミリフィルムを見つけたんだけど、それは道並みに知らせないっていうね。これは何か、た、その、俺が、 逆転劇をするた、時のためのカードになるっつって隠し持つんだね。こいつがだからちょっと賢いんですね。賢いんだけど、この人は一番のピークが学生運動のリーダーだった頃だから、あ,あの、もう勝てないんですよ。この人は。ピークが過ぎちゃってるから。で、その、葵ちゃんを苦しめるためにカニ怪人を作るというせこいことをしたりですね、えー、葵ちゃんをカマキリ怪人にしてやるっつって、面白い女だっつって。 えー、こ,こんなアホなことにしかもう燃えられない小物になってしまっての。この演出何かっつうと、ビルゲニア兄さんが超小物になって、あの腰銀着の金魚の糞になってしまった。これを別のところで、そのーね、大義を耕えたものはもうその生き方がその生き方に染まってしまうから昔の人間には戻れないと。だからその古文根性がついたやつはあともう一生古文なんだっていうような。 ことを言ってたりとかするんですけど、まさにそれになってると、えー。そして、そんな根性のやつだから、カマキリ怪人作った直後に怒った仮面ライダーブラックに左腕をうわーって切、痛いなんて切られてる、えー。それで、もう仮面ライダーブラックに負けたから、総理大臣にその報告、負けちゃいましたって報告したら、もう、そしたら、銅の網にも蹴られちゃって、お前、何とかするのがお前の仕事だろうが、なんつってポコポコ蹴られりたりとかして。それで、政治家にも見捨てられる。 んで、ゴルゴム島にも見、見限られるんですよ。シャドウムーンがもう島主についちゃったから、お前は、あの、裏切り者だからダメですよ、つって。えー、帰れ帰れなんつって。で、一人ぼっちになっちゃう。もう今まで自分が怪人の未来を切り開くね、一番やりだと思ってて、生きてたのに、その、頼りにしてた、っていうか、道並みは信じてなかったけども、 う並みの信用を失ったらゴロゴムからも追い出される。だから必要じゃないことて大丈夫なんですね。だから、その、ビルゲニアさんが一番かわいそうなんですよ。<laughs> あの、真面目に、自分の信じた道を歩んできたつもりが誰も後ろについて来なかったっていうね、悲しい人になっちゃってるのね。でもそうなるように、 やっぱりリーダーとしての素質がないことを学生運動中にもやっぱり露見してるので、ね、その部下が何やってるとかさ、裏切ってるなんてことが分かんないまんまあ動いてる人だから、やっぱこの人もね、根本的にバカなんですよ。あーあの <laughs> そんな中ですね、えー、カマキリに負ける。あなたをいつでも殺せるんだからね、つって。<laughs> 負けたらもう、 ん頼るものなくなっちゃったから、ビルゲニアどうすんのかなと思ったらあ、葵の部下になるんだね。葵のピンジの時に駆けつけて、俺、葵をさん守りますぜって。怪人の未来はもうお前にしかないっていうので、途中ね、行動を共にしてね、車乗ってかないか、とかっつってね。あの、パシリになったりとかしてですね。えー さ最後に人間に殺されちゃうんだけど、いちゃん守ってあだこ。この人の人生っていうのは一体何だったんだろうっていうさ。でもやっぱどっかで大義を見失ったりとか、自分が思ってることを見失ってさ、あの今、この時1年か2年我慢して、この仕事をしてればあ、ね、好きなことができるって信じてさ、その時我慢するかしないかってことだと思うんですよね。 とりあえずこの仕事をして、ええー、一年だけこの仕事をして、次の一年頑張ろうとか、今だったらコロナ禍のね、この2年間、3年間っていうやつをさ、しのげば、なんとか幸せになるだろうっていうので、えー、自分のやりたいことを我慢してたりとか、した人は、もうそうやって我慢することを慣れさせられた人間だから、人を動かすような人間にはなれない。 負け犬根性が染みついてしまっているからあ。そういうのに抗って対抗していたことが、ビルゲニアをビルゲニアたらしめてたのではないか、というね。だから最後負け犬になって警察に殺されて終わるというね。このビルゲニア。だけど、この人がお話の中で、その、なんだろうね、道元に、道、道並みについたりとかさ、あの、 あの、カマキリ怪人を作らなければ。つまり、この人がカマキリ怪人を作ったことで、その、テ,テロリストの、その、葵ちゃんの、自由解、解放同盟というのが生まれるわけです。だから、ビルゲニアンが余計なことしなかったら、ブラックさんとシャドウブーンが殺し合って、えー、違う未来があったかもしれないっていうね。 えー、そう、そういう作用になってます。だからこそ、これは怪人たちの群像劇と言われる。だか誰かがどっかでやったことが違うことに影響して、それが影響し合って、えー、物事が進んでいく。でも物事が進んでいくんだけども、その進めている人間たちそれぞれに思いとかやりたいことっていうのはさ、明確なビジョンがないまんまさ、進んでいくからさ、 そんだけ戦っててお前たちはどうしたいんだっていうのがあるので、えーね、結局そういうことだから人間の意見としては怪人が追い出せば、もう、えー、それでいいですと。日本から怪人がいる限りその運動を続けてられるわけですから。だけど、それは10話の終わりで、その怪人追い出しをそう運動,運動というのはもう人間の心をつかまないでさ、あのー、 ちっちゃい運動になってるわけですよ。あの、もう怪人追い出しましょうつっても、聞く耳持たないようにみんなしましょうつって、あの人たちヤバい人らしいよつって。それで違う話題に、外国人にその目がこう、向くように、えー、されて終わるわけですから。意味がないわけですね,そういうのね。あの、その、何がやりたいかってことが、その、それぞれの理由がさ、あの、 全部バッテンつけられてるわけですよ。人間側の人としては怪人を追い出せ。でも、それは物語の最後には怪人を追い出せっていう、その、大きな行動は縮小化されると。まあ、それでも差別は残るっていうのでバスのシーンがあるんだけど、うん、でも人間は別にそれを望んでないと。で、怪人側がデモで何をしたいかって言うと、人間らしい対応をね、あの、仕事をちゃんとよこせとか、そういう運動ですよね。差別を許すなとか。 あの時撃たれた怪人を忘れるなとかさ、うん、あそういうことで行動してるけど。でも、それ自体も物事を変えることはない。ねなな。あとはその変えたいっていうことに対してさ、あの、デモっていう選択肢が間違ってるんだっていうことに気づいてない時点でバカであるってことなんだけど、す、う、べ、ん、ての人に、あの、その、バカなんて、<laughs> 全員バカなんだね、これね。 悲しいかな、その、国を運営してる総理大臣もバカであれば、仮面ライダーを、ー仮面ライダーブラックもシャドウムーンもバカなんですよ。そしてビルゲニアもおバカちゃんなんですよ。頭がいい人がいない。コリコな人が全然いない。もちろん、その、ビシュヌも、ビシュヌでいいんだっけ、えー、もうバカだしさ。みんなバカ、うんうん。おバカさーって思うんだけど。 そういうおバカさんを見てもイライラしない人が、この仮面ライダーブラックというのは見て、み見てもいいんじゃないかなと思います、ね。これはもうつまんねえとか、その映画としてできてないとかね、ドラマがダメだとか、キャラクターの掘り下げができてないとか、当然ですよ。そういうふうに作ってんだから。あの, <laughs> あの、掘り下げないで作ってるからこうなってるし、逆張りで作ってるから、うんそうなってるのであってね。そのその うん、当然の出来だと思います。だから、本当は、この唯一無二の政治批判作品として、えー、作られたものを絶賛してはやっぱりいけないと思う。最初に話したと思うけど、やっぱそういうのがたくさん出てくる中で、ね、いいのと悪いのが出てくるだけであって、この悪い政治批判の、あドラマ。でもこれね、やっぱ第一歩を踏み出す人がやっぱ注目されるからね。 えー、ほ、他の人がやってこなかったことだから。それはやっぱ、あの、まあ仮面ライダー子供のものというふうにすればね、やっぱ描けないとこでもあるよなとは思うんですけど。うん、でもやっぱ、なんだろうね、あの、チープな嘘情報に騙されて映画作ってる監督でもあるよなとも思うので、ね、だから絶賛するわけではないんだけど、まあ今のところ、今のところ勇気ある一方を、 アマゾンプライムで、えー、作り出したっていうところではね、えー、すごい映画ですよ、つうの,あのとりあえず見といてもいいかな。ただ、10話一気に見るとやっぱりね、お腹壊しちゃうから、まあ、僕みたいに11月1日に見た後2日寝込んだんだから、<笑><笑>うーん、つって <laughs>、この話は重すぎる、つって何にもできなかったんだから。あのうん 一日一話ずつで消化するとよろしいかもしれません。仮面ライダーブラック。何の絵で最後終わろうかな。そ創世王で終わったら嫌だよね。寂しいよね。やっぱ未来という意味でこれかなと思いますね。このね、仮面ライダーのデザイン、あと、そのライダーベルトのデザインがまた、その最新のライダーのつけてるようなさ、行々しい、えー、ライダーベルトであったりとか、 ちょっとだけ変身が違うんだよね。その、まあ、その、南光太郎の変身も、テレビ版と、その、ネットフリックスじゃね、アマゾンプライブ版でちょっと違うんだけど、手の角度とか。その、葵ちゃんの変身は、一回ベルトに、ベルトの上のとこポーンって押すんだよね。うん、あれがね、ああ、そのベルトポーンって押すのとか、すごいライダーっぽいっていうさ。 平成ライダーの初期はカードシャキーンってやってたけど、いつの間にかライダーベルトってカード刺すんじゃなくて、なんか歯車回したり、ぐるぐるって回したりする変身になったりとかしてさ。うんだから、そっちなんだなと思って。なんか、あとなんかね、カプセルみたいなのガシャコーンってはめてから変身ってやると、シュンシュンってなるやつとか。か現代風にやっぱりなってんだなとか、その辺のさじ加減は、その、 葵ちゃんなんで変身するのとかさ <laughs>。なんで孝太郎の変身ポーズを継承するのかは知らないけどさうん。あの、あそこでちょっとライダーベルトと変身の演出が、その、旧世代の,ラそのブラックサンというものの変身から、ちょっとアレンジされてるっていうのが面白かったなと思いますね。ちょっと待って、ね。 というわけでですね、準備から何からね、昨日もライダーブラックの話をするっつって、途中で天気のこの話にすり替わっちゃったから、<laughs> あ,あれなんだけどあ、何日もかかって準備した話ですけど、どうですかね伝わりましたかね仮面ライダーブラックってのはこういう変な話だよっていうのが伝われば、それで良いかなと思います。あ好きか嫌いで言うと、 仮面ライダーの造形も好きだし、やってるテーマとかも好きだけど、出てるキャラクターみんな頭悪くて嫌いっていうのが、えー、好きもあるけど、やっぱ、やっぱな仮面ライダーだなーっていう、二人ともマインドコントロール下にあるライダーが戦ってんの見るのは、やっぱ心苦しいなっていうね。でも人間を騙すにはやっぱ若い時にね、あの、騙すのが、 騙した方がいいからね、それも真実だよなとと思いながら、悲しい話ですよ。結局仮面ライダーが、タイトルに関した仮面ライダーが死んじゃうんだから悲しい話ですよ。でも許さんってわけではないので、うーんちょっとね、えーこう、こういうのも作られましたね、という思って。いや仮面ライダー50周年残すは、安野秀明監督の 新仮面ライダーですね。あれです。まあ、あれがどうなるかですけど。うんまあそ、それとはま,また違う温度の作品をやっぱ作んなきゃいけないので、こっちに振るっていうのは間違いではないなとは思いますんで、えー。こっちはこっちでさ、やっぱその、その、今から始まる、この、青いちゃんのカマキリ怪人のテ,テロリストを、まあ、同人誌で作るとかさ。 あそ,そ,れそれを作ろうとすると、やっぱ歴史を勉強しなきゃいけないし、今の、その、あのー、日本という国の状況をもっと勉強し直さないとさこ、これを自分でまた同人誌で作ろうなんてことはできないわけですからあー。それがなんか右翼思想に染まった人が作ったりとかしたらとんでもないことになるわけでね。だから、うーんその、 これを見た人が、これがダメだっていうのは簡単だけど、じゃあこれよりいい仮面ライダーブラック、もしくはこの世界線の仮面ライダーを良くするにはどうしたらいいかっていうことを考える叩き台としては、あいい反面教師ができたんじゃないかなと思いますんで。えー、これから仮面ライダーを作りたい人とかね、えー、そういう人は、あー勉強のために一回見た方がいいんじゃないかなと思います。じゃあ今日はこれで終わります。何時間ですか 大体、えー、いい予定通りかな ?2 時間半で、えー、っと言いたいこと全部言って終わります。ありがとうございました。えー、終わります。